どうもこんにちは。こんにちは。ななちゃんです。七不思議の吉田、まだですよ。はい。まだですよ。はい。名前は。名前は吉田和夫です。若野の子です。はい。お願いします。お願いします。ということでね。久々の生配信でございますね。そうですね。これは、いつ以来、年末以来。12時間やって以来ですね。そうですね。はい。今回は、うん、一応この、バイトを、はい、ついに僕が辞めることが、そうですよ。できまして。皆さんね、はい、今回のこの生配信が、はい、1周年、はい、おめでとう生配信みたいに思われてると思うんですけど、はい、これちょっと違いまして、はい、今回の生配信は、あなたがただバイトを辞めることができたね、おめでとう生配信ですから。はい、すごい配信ですよね。もう内容は完璧に出てるわけですけども。そう。でもその辞めることができたのも、はいはい、この YouTube を始めて皆さんにたくさん見ていただけるようになったので、はい、そういうことになりましたというご報告というか、はい、感謝を伝えるという回でもありますよね。そうでございます。ありがとうございます、本当に皆さん。でね、皆さんからね、はい、こうもう早速コメントいろいろいただいておりまして、はい、いっぱい来てるんですよね。今日に関しては、はい、本当にもう、ほぼノープランじゃないですか。やること、ええ、そうですね、まあ、僕が話さないなんか辛かった思い出とか話すそうですよ、ね、話さなあかんことはいくつかあれど、はい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 、ほぼノープランなんでちょっとこうやり取りしつつね、はい、皆さんとこうお話ししつつ、みんなすげー書いてくれてる、ありがとうございます本当に。あ、書きました。ケンちゃんだ、ケンちゃん。あ、すごい、いっぱい来た。すごいすごい、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。バイトをやめて。ありがとうございます。お世話になってる、関口さんが。はい、ケンちゃん、ケンちゃん、ね。ありがとうございます。ね、はい。うわぁ、すごいっすよ。お兄さん大好きなワンカップがあるじゃないですか。いやいや、俺さ、これ、いや、没落の一途の。やめとけ、やめとけ、やめとけ。これは飲まないですよ。これ飲んでるとなんか、成功した感がないんだから。やめなさい。あ、そう、はい。やめなさい。はいはい。いや、でも、たくさん、僕はね、僕ね、いつもこれなんですよ。いや、もう、キューパー行く？いや、はい。いつも。で、ノブさんも一応ね、僕を祝うために、はい。いつもお酒あんま飲まないんですけど。そうなんですよ。ハイボール。はい。角杯。角杯ね。はい。なんで、皆さんもね、せっかくなんで、乾杯からね。あ、そうだ、それがいい。行きましょうよ。行きましょうよ。皆さんね。でまあ、とりあえず、おつまみは後で出しますんで、今。乾杯しましょうか。大赤さんは、顔が基本黒いんですけど肝臓大丈夫ですかってあるんですけど、僕もともと酒飲まないんでね、うん、はいはいはい、はい、別に酒を飲んだ影響とかじゃないですね。そうなんですよ。あ、すげえいっぱいある、こんないっぱいあるんだ、ありがたい。あー、すごいな、いっぱいコメントいただいておりますが、皆さんもちょっとね、まあ、せっかくなんで、乾杯の温度を、はい、取った方がいいですよね、僕は。はいはい、そうですね。はい、なんでね、開けていただいて。ちょっと待ってくれよ、ちょっと待ってくれよ。はいはい。ケンちゃん、ワンカップいっちゃったよ。そう。関口さんがね、先ほど持ってきてくれた。もうケンちゃんにしましょう。ケンちゃんする？ケンちゃんにしましょう。ケンちゃん、はい、じゃあ、皆さん。はい。ね、持ってくださいと。グラスを片手にね。片手にね。はい。行きましょう。はい、大変、はい、今回のですね、はい、YouTube 始めさせていただきまして、はい、皆様のおかげで、何度かアルバイトを辞めることができました。はい、これからも七不思議の、位相の、はい、ご助力など、はい、賜れたらと思います。噛むし、ボケへんし。ちょ、喉かいた。いや、早いな。乾杯乾杯、いただきます。さあもね。行っちゃってください。飲みましょう。はい。行きます。あ、うま。おめでとうございます。ありがとうございます。改めて、はい、何のバイトをしてたか知りたがってる人がね、いらっしゃいます。ですね、僕は水道検診ですね。はい、水道検診。どういうことされるんですか？皆さんのご自宅にある、はい、水道メーター。メーターありますね。あれをですね、はい、ま、地面についてるんですよ、はい、道路とかに蓋があってね、はい、そこをパカッて開けると、はい、いわゆるそのご自宅で、はい、1ヶ月とか2ヶ月で使った水道量が分かるんですね、はいはいはい、それをこう打ち込んで、はい、今月いくらでしたっていう出るんですよ。はい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 、はい、紙入ってますね。そうです、あれを投函するっていうお仕事。それを1日だいたい200件とか、うわーすごい、回るんですよ。どんな感じでメーターやるんですか？いや、車の下にね、こう、はい、
もう、はい、こう、這いずってね、はい、やるんですよ。地面に。地面に。それ、だってあれでしょ、はい、雨がぶわーって。関係あれへん。関係あれへん。全然やるんですよ。雪、雪。雪でもやる。雨の日も雪の日も。雨の日も雪のもこう見て、で、こうやってる時に、親子連れとかが通ってね、子供が聞くわけですよ。なんて快活な児童はね、うん、お母さん、あの人何してるのみたいな、うん。で、一回、一番ショックだったのが、はい、そのお母さんが、うん、何してるのあの人って子供の問いに対して、はいはいはい、ああいう人でもいないと困るんだよって言ってた。いやいや、ああいう人扱いだよ。いや、これはひどいよね。あのね、必要のない職業はないですからね。そうですよ。この世の中に。ああいう人がいるから、はい、お水飲めるんだよとかいいじゃん。そうなんですよ。これはね、だから相当腹立ってね。わ、ね、はい。カズさん。はい。おめでとうございます。ということで、スパチャいただいております。ありがとうございます。はい。ちょっとお名前、嬉しい。呼んでください。スパチャは、しずきさん。ありがとうございます。ひげパンダさん。はい。で、吉野美咲さん。はい。怪盗プリンさん。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。いただいております。よ、めでたいですよ、本当に。いや、ありがとうございます。だって、バイト今まで、辞めれたことないわけじゃないですか。はい、芸人というか、この。芸人始めてから、はい、つきものですからね。何年、バイト生活だったんですか ?24 ぐらいか。23、4年ぐらいですか。感動。長い。長いな。これね、よく聞かれるんですけど、はいノブさんもね、はい、だから七不思議皆さんのおかげで、二人ともだからバイトから離れるってことができたんですよ。そうなんですよ。僕なんかちょっと遅かったんですけど、はい、やっぱそのいろいろ小銭稼いでるんで。小銭を稼ぐって言うな。司会したりでしょ、謎の NG があるんですよね。スケジュールね。太田プロのね。スケジュールに共有してるカレンダーがあるんですよね。はい、ね大赤み NG って書いてるからね、3日連続ぐらいであるんですよ。俺は分かんないから、あ、多分これは、はい、なんとかアイドルの司会とかやられてるんだろうな。はいはいはい、そうなんですよ。もうそれはね、いろんなところ、取り回りますよ。すごいですよね。で、僕は、定期的にバイトをやらない期間とかがあったんですよ。はい、ありがとうございます。翔子さん、はい、もむらむ、ちゃんさん、七星さん、はい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 、あ、いただきます、スパチャ、はい、ありがとうございます。で、こう僕は、はい、そう、さっきも言いましたけど、こう、間がね、はい、そう空いてる期間とかもあるんですよ。うんうん、バイトやらずに行けた期間とか。え、嘘ありますんです。あった。あるんです。いや、2回ぐらいあるんです。そうですね。はい。あるんですよ。なんで、今だと12回ってことになっちゃうから、ね、ああ、2回あるんですけど、ね、はい、はい。もうずっとでしょ？ずっとですよ。ね。コンビニみたいな雑貨屋もやったし、テレフォンアポインターもやったし、はいはい、ブックオフもやったし、うん、変な絵を売る電話かける仕事やったし、うん、金券ショップやったし、コンビニ夜勤15年やって、うん、水道検診2年やって、うん、金券ショップやったりとかして、うん、晴れて七不思議になることができたんです。やっとやっと七不思議になれたんです。23年経て経てこれすごいですよ。でも本当皆さんのおかげですよ。本当にマジで、これだけは言いたいんですけど、はい、言いましょう。皆さんがこう、応援していただいたおかげで、はい、我々のこの同世代の、はい、同じ、その、地下でね、はい、くすぶってた芸人たちの中でね、はい、我々、おじさんの奇跡と呼ばれてるんですよ。あ、そう。同じ世代の芸人で、陽、はい、の奇跡、はい、明るい奇跡は、錦鯉。はい、陰の奇跡が我々なんですよ。でもこれはいいことだよね。はい。本当に。この、いろんな形でもね、はい、その出方っていうのあると思うんですけど。あれどね。いや、でも本当、マジでね、俺、全員にね、うん、感謝を伝えたいんですよ、今。ずっと甘噛みしてますけどね。え？さらっと流してますけど。はいはいはい、はい。ナイスパ。ナイスパって言うんだ、俺は。俺は知ってるんだから、それ若い子供ちゃんと。ナイスパーって言うんですね。そうでしょ？そうですよね。言うてありますよね。ほら、ナイスパー、ほら。ナイスパー、そうなんですよ。うわ、これめちゃくちゃコメント来るから追えないですね、これね。あ、でも嬉しい。こんなにみんなが飲んで、ね、飲みましょうね、一緒にね。ありがとうございます、本当に。あ、すごい。奇跡。泣ける。そう。はいはいはい。ナイスパーの嵐。そう、変な陶器とかも売ったな、考えてみたら。変な陶器を売るバイトって何ですか？あったんですよ、なんかね、九州の、ハサミ焼っていう、ハサミ地方っていう地区があって、はい、そこの、うん、なんか陶器をね、売る専門のお店とかでもね、うんうん、やったんですよ。おだ僕結構意外とね、皿はね、うまくね、包装できるんですよ。
この技術はほとんど使わないんですけど、引っ越しの時とかになんかその、はい、壊れないように割れ物みたいな感じで、はい、皿を、やる時あったら呼んで。いや、めったにないでしょ。行かないから。行かへんのかい。なんじゃそれ。おい。おい。え？どうだ、今日もつまらないだろ。怖い、怖いよ。いや、ちょっとね、まあ、飲んでるから楽しくね。楽しくやりましょう、本当に。どうだ、つまらないだろって怖いですね。相方が。そうね。ね、それは怖いですよ。ちなみにね、はい、皆さん、このストロングゼロが、はい、この方、2巻目に行き始めた頃になってくると、ちょっと強気な吉田が見れるんでね。強気というか、まあ、いろいろ、いや、多分泣くんですよ。あ、泣きます、ね、泣いたりと、だからね、今日ね、はい、そうだ、もう、チーをね、あら、チー今日一緒に飲んでいいですか。あらら、ね、僕の猫ちゃんですよ。はい、愛猫ね。ね。1年前の、はい、ちょうど3月16日かな、うん、に亡くなったんですよ。だから七不思議の YouTube を始める直前に亡くなったんですよ。でそこから1年間まあその天国からね、はい、見守ってくれたから。今のというか、うん、こういう1年後にね、はい、バイト辞めるという奇跡が起こせたのも本当にまあ、僕は勝手ですけど、うん、まあ、いろんな制作のチームがあって、はい、ノブって相方がいてってことなんですけど、はい、個人的にやっぱそのすごくチーには感謝してるんで今日はね、うん、ちょっと一緒に。なるほど、ええ、でもこれネットで拾ってきた写真ですよね。さあ、はい、ちょっと殴れる鉄とかこの辺殴ってもいい。あ、違うんですか。違うよ。ネットからこう。なんで俺がネットで拾ってきた猫の写真ここに置いてんだよ。お前猫本当に好きだから。ちょっとそうなんすね。そうですよ。あ、いや、そうなんですね。何の疑いだよそれは。チーですよちゃんと。わあ、すごい。チーです。よろしくお願いします。すごいですよ。スパチャがすごいですよ。すごいですね。あ、たくさんごめんなさい、お名前とかお呼び。はい、できてないんですけども、はい、ボーイさん、クー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 さん、キーハマさん、ちょっと待ってください、ね、はい、カズさん、え、今のボケやからね、俺ね、え、あ、今の拾ってきたっていうね、あ、それボケですよ、ボケやから、ね、あ、怒んないでください、ごめんなさいね、ひどいとかね、あ、いや、ごめんなさい、あるんですけど、芸人なんて本当ちょっとボケなんで一応、そこはね、すいません、これはそこは本当お願いします、許してください、本当にね。そう、ふざけてしまう癖があるんでね、芸人というのは、そういう仕事ですので、そこはちょっとね、僕本当に怒ってないですから、これは、はい、ちいはまさん、はい、ESSO ガールさん、みるみるみるるさん、はい、あ、すげえ、はい、みーやさん、はい、あ、すごい、もういっぱいいただいてる、れいなさん、はい、ありがとうございますよ、すありがとうございますね、分かっていただいたみたいでね、そうなんですよ、やっぱね、僕たちね、はい、たまたまそのたまにやっぱね、はい、なんかそのノブが僕のことを強く言ったりとか、はいはいはい、やり取りの中で、はい、ちょっときつくくるとね、はい、ちょっと思う方もいるかもしれないんですけど、はい、まあまあその根っこがもともと芸人ですから、そうなんですよ、でやられてなんぼですから僕は、はい、やらないと逆に美味しくこれはマジでこれはマジで許さない、これは怒って、これは怒って、これマジでふざけんな。なんだよ。マジな。何をしようとしたかがわかんねえんだよ。とりあえず逃げたけど。怖いわ、ほんと。まあ、とりあえず鼻フックしてやろうかなと思ったんですね。あ、そういうこと？なるほどね。はいはいはい。あ、なんか買ってきたんですか？あ、ちょっとファミチキ、みんな好きじゃないですか。お道もいただきながらということなんですけど、ね、まあ、飲みつつね、そうですね、楽しくね、今日はね、はい、バーッとやろうと思ってるわけですよ、ですね、金曜日の夜はね、そう、あと金曜日なんで、はい、結構ちょっと重いらしいんで、回線が、はい、回線とちょっと落ちてしまったりすることもあると思うんですけど、はい、すぐ戻ってきますんで、うん、ね、ある程度、今日もだってね、終わり時間あんま決めてないですからね、終電までって書いてます、はい、ざっくりとね、うん、やっていきたいんですけども、うん、ね、なんかこうバイトの思い出みたいなのあります？バイトの思い出、バイトの思い出、うん、やっぱりコンビニが一番長かったんで、はいはいはい、たくさん嫌な思いをしましたし、嫌な思いね、たくさん失敗もしたし、うん、だからそのトイレ貸してくださいって来るんですよ、言ってくるでしょ、で焦ってると、うん、いいよって言っちゃうんですよ、タメ口ね、何回もこれやってるタメ口ね、タメ口ね、で、はいはい、いいよって言って、はい、向こうもえみたいな感じになるから、うんうん、あ、すいません、あ、こちらへみたいな、
4000円のお買い実施ですとか、はいはいはい、お釣りの時言うじゃん。早よ飲めよ。もごもごしとるから。あのね、配信中に飲むのはいいけど、食うのダメよ。食うのダメよ。いやいやいや、あんたに言ってんの。あ、俺に言ってんの。もごもごするから。今リフレクしたんですよ。でリフレクした FF のね、跳ね返す魔法ね。そう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 。ええ？はい。いっぱいだから、はい、夏場に、夏場に、うちのコンビニちょっと変わってて、はい、サンダルとか売った時だった。あれですよね、海の近くじゃないのにですね。ない、うん、ビーチサンダルとかが、はいはい、ちょっとね、あの店の、うん、なんですか、入り口のちょっとしたところで、はいはい、で、ある時ね、変な人がね、うん、変な人じゃ普通のお客さんだけど、はい、お弁当とビーチサンダル持ってきたの、はい、で俺ちょっと夜勤のね、その時4時とかでね、よ疲れてて、はいはい、弁当と一緒にサンダル温めちゃったことあるんだよね。おう、うーんってまぐってますね。そうで、あの途中気づいて、はいはい、サンダルは取り出したの、はいはい、すいませんって言って、はい、渡したんだけど、ちょっと温かいの、はい、ちょっと現代版の秀吉みたいな、サンダル温めるやつ、温めておきましたみたいな信長様にね、っていうのはね、ちょっと笑っちゃいましたね、自分でやって、ね、よくやったな猿っつって褒められるところじゃ全然ないんだけど、あ、すごい、いただいております、ありがとうございます。まあ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  ね、まとめてね、ご紹介、あ、まとめてご紹介しましょう。そうですね、追わずにね。そうなんですよ、なるほどね。で、そう、万引き犯もとの葛藤とかもあったし。葛藤ってなんですか。あ、戦いか。はい、万引きとか見過ごさない。僕は見過ごせない。あら。いじめかっこ悪い。前園さん。うん。どうですか、その万引き犯いたら。なんか俺、多分これラジオでも喋ったことあるかもしれないですけど、はい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 、入り口でね、コーヒーのメーカーの、あるんですよ、はい。それをね、僕掃除してたんですね。朝方やらなきゃいけないんで、うんうん。そしたらね、なんか来たんですよ。客が入ってきて。はい、あ、4時なのに来るなと思って、うん、それで、なんか店なんかぐるっと回って、はい、まあ、帰っていくんですよ。うん、で、あれ、なんも買わないで帰るんかと思ったら、うん、店のね、出口とか、その、出る直前にね、はい、落としたんですよ、ポケットから。お、この、万引きしたものを、うん。はいはいはい。お酒落として、お、で、あ、これ、ダメだろうと思って、うんうん、いや、ちょっとあなたと、はい、今、これ、取れましたよね。うんうんうん、いやいや、でも、買おうと思ってたんで。ああ、え、いや、いや、出ようと。してたもんね。ね。してますからね、そうなんです、ね、まさに。いや、でも今出ようとしてたじゃないですか、はい、って言ったら。うん、あ、いやいやいや。いやいやいや。おぉ。って言って、出てくるんですよ、店の外に。うん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 、だけど、これは、なんていうの、捕まえても良くないじゃないですか、多分。まだ出てないですから、本当に。これ、どっちなんですかね。現行犯ですよ。物、出てるのを見てるから。うん、服から自分とこの商品が落ちてるの見てるから、うん、もう捕まえて突き出してって大丈夫です。そうね、とっさの判断ができなくて、これどっちか分かんない。ビビったんでしょ、え、ビビったんでしょ。これはね、怒っていい。これも怒っていい。そんな勇気ないでしょ。違うわ、だどっちかなと思ったから、それでいや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 って帰ってくから、ああ、だから最後俺は闇夜に向かってちょっと良くないよって言ったんだよ。闇夜に向かって、よくないよって言っちゃったんですよ。よくないよって言ったの。酒とね、なんかマルチビタミンみたいな。いや、もう数え方がもう相変わらず気持ち悪いんです、毎回言うんですけど。シュートサインです。誰がわかんねえ。前田明がアンドザジャイアントにやった、ね。1986年、津市体育館の。下にね、下にいてた山崎とかね、軌道に対して、お前行くからなんかないんですよ。シュートサインじゃないんですよ。違うんですか、一部のプロレスファンしかわからないんですよ。あ、すいませんでした、それは。いや、数え方がね。あ、まあ、俺はちょっと、それは、そういう、これ、流派なんだよ。これ、亀仙流だから、ね。出川さんですかね。出川さんですよ、それは。でも、昔ね。そう、いや、それでさ、お酒と、はい、マルチビタミンを取ろうとしてるの？なるほど。盗んだもので健康になろうとしてるの？どういう、企てだと、それは。腹立ちますね。あったんだよな、これは、ほんと。ありがとうございます。いやいや。え、間の埋め方が本当に下手くそですよ。いいんですよ。いいんですって。いや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 。いや、じゃあ見てんの、見てんの、だから今は。
コメントをね、どういうことを言っていただいてるのかなっていうのは。あの、コメントを追うのは、どっちかでいいですから、うん、はい、僕全部追ってるんで。マジで？あなたは、うん、あなたは集中して、おしゃべりすることを集中してください。はいはいはい、もう飲んでるんで。はい、はい、もうね、はいはいはい、そう、難しいことしなくていいんで、なるほどね、はい、重要なの私拾うんで、うん、拾ってちゃんと、はい、むかつくな、言い方、言い方危ないから今飲んでたのに怒ってんすか、うん、怒ってんすかね、飲んできたら腹立ってくるんすか、もう、ね、すぐイライラするんすかね、怒ってんすか、怒ってんすか シュートサインしてきてるからね、はいはいはい、まあね、いろいろね、ええいただいてますよ。そうですね。子供やんつってね。うん。はいはい。吉田さん、はい、シウマさんに言われた通り行動を起こすんだ。うん。言われてますよ、だから。でもね、あ、これは言っときたい。何？あの、よくね、僕が、はい、実家で、はい、この帰省し、はい、親の蓄財を、はい、蝕む害虫のようなイメージを持たれてる方、実家住まいってそういうイメージとしてあるじゃないですか。まあ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 ね、結構都市行ってる場合はね。うちは、はい、財産ないんですよ、本当に、うん、で、母親は2ヶ月に一遍8万円の年金収入があるだけなんですよ、うん、1ヶ月4万円ですよ、うん、やっていけないじゃないですか。そんな母親を置いて僕は。でもお兄さん夫妻はすごい。でも兄もだってほら、ゴーンとか返済とかいろいろあるし。いや、それはいろいろあると思うんですけど、うん、あえてここで言う必要もないですし、そのね、なんか、いらないんです、そういうの。これはね、私、かわいそうでしょうか、いらないんですよ。これはね、100% 俺が悪い。でしょ、まあまあ、マジね、必要ないんですよ。その、内情とか。知ったこっちゃないんですよ。あなたの、実家住まいの理由なんてもんは。いや、でも、面白いのは、実家住まいに帰省している田中俊幸さんのような感じで行くのが面白いんだから。にゃー、ちょっと休憩入る。休憩ね。あると思うんですけどね、はいはいはい、はい、分かりますか。まあまあね、はい、ペース早いわ、ペース早い、どっちだよどんどんでも飲んで早い早い、のんびり行きましょう、もう目座ってきてるから。座ってないよ。いや、もう怒ってるやん、怒ってるやん、もうちょっと、そう言うからだよ、怒ってるもん、なんなよ、怖い、もうほら怒ってるやん、それそれ、いや、それ、やりすぎやりすぎ、ちょっともう。俺怒ってるやん、マジで聞くー怖いー、怖いー、怒ってるやん、もう、難しい。ほら、ほら、難しいなー。だから、徐々に行きなさいって。じゃあ、ゆっくりと、やってますよ、だから、ゆっくり。いや、言ってるやん。ダメですって。え、じゃあどう何、ほらだから、はいはい、いいんです、もうちゃんともう普通にしてくださいって。うん、うん、するよ。いやいやいや、だから、いや、やります。じゃあそれだったら、でも飲めないもん、それ普通にやると。俺違うやんか。いや分かってるって、本当に、本当に分かってる。本当すか。いや、マジちょっともうこれも戻そう一回。本当すか。うん、で、今までで、ほら、でも、特に決めてないじゃん、今日は。いや、そうですよ。この後の展開ですよ。うん。だから、ゆっくりと、行くんですよ、はいはい、こういうのは。はい。で、二人でおしゃべりしつつ、やるんですよ。はい、はい。はい。いや、だから、やりましょう。だから、戻んないと。いや、今出れないですよ。なんでだよ。怖いもんだって。怖いもん。いや、戻ってよ。戻ってくんないと。戻るの怖いもん。戻ってよ。大丈夫っすか。大丈夫です。本当っすか。はいはいはい。怒ってないっすか。怒ってないですよ。大丈夫っす。大丈夫っすか。はい。本当っすか。そうですよ。だから、ほら、何をどんどん振ってよ。だからもう、俺も自分のバイトの話とかもあれだけど。いや、だから振ってたじゃないですか。おしゃべりしてたじゃないですか。はいはい、もう、うん、だから、大丈夫ですか本当に。いや、大丈夫よ。本当ですか、うん、いや、もう、しゃっくりしてるし。いやいや、大丈夫、大丈夫。はい、大丈夫ですか、うん、皆さんね、はい、コメントいただいてますんで。はい、ありがとうございます。ね、ほら、
喧嘩すなって来てますよ。喧嘩してないですよ、その本当に。喧嘩するの心配されてますよ。いやこれなもうこういうのは本当あの日常でよくあることなんで、あの一見見るとね、あの本当に変な感じに見えるかもしれないですけど。いやいや、それね、大丈夫ですよ。え？それ大丈夫ですって。あ、そうですか。大丈夫です。はいはい、いやもうちょ目座ってるじゃないですか。いや、いやそう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 なっちゃうと。本当にマジでマジで達夫さん。ええマジでマジで。いやマジでってそれが嫌やねんっつってんの俺は。じゃあどうもできない。そういう感じで来んのが本当に。だから俺酒飲みたくなかったの。いやそれちょっと終わりになっちゃうじゃないの。はいはい。だから、はいはい、だから俺はお酒飲みたくなかったの。はいはい。こういうあなたのそういうところが出るから。はいはいはい。もう出てるもん。いや出てないよ。だからやろうよ、ほらちょっと変な空気にマジになっちゃうから。本当にいける。じゃあ俺戻るんで、はい、普通になってくださいよ。大丈夫ですよ。いやもういいですよ。えでもこんなもんじゃん。だって俺普通に大丈夫ですか。うん、普段からこんな感じじゃんか。大丈夫ですか。大丈夫ですよ。本当に本当ですか。本当です。大丈夫大丈夫です。だってそのためにね、これ猫ちゃん見てください。いやそうで、だからこうちょっと見えないようにちょっとあれさせてもらいますけど、こっちね、こちら見てね。はいはい、猫ちゃん見てっから。いや、ありがたいと思ってるんですよ。だから、そういう。バイトおめでとうって言ってますよ。いや、感謝ですよ。ほんと、こればっかりは。言えないこととかもあるし、本当は。言えないことって何ですか。誰にですか。あの、なんつうの。人に。人に？そう。猫には言えるけど。猫には言うてるんですね。チーには言ってる。チーには言ってる。うん。もうその日々の悩みみたいなもんですか。いつ、はい、辞めれるのかなとか。バイト。バイト。はい。まあ、答えてくれないですよね。猫はそうでしょう。うん、でもね、こうね、はい、優しい眼差しでね、はい、亡くなる直前までね、はい、僕のことをちょっと見ててくれたんで。猫はね。だからそういう、あでもそれを辞めれたのはやっぱりこの。皆さんのおかげ、はい、だから今日は本当そういう回なんですよ。だからそういう回ですよ。1周年ではないんですよね。あそうです。1周年はもうちょっとなんですよ。はい、はい、4月の1日で、はい、めでたく1周年なんです。そうです。でいろいろと今日重大告知をするみたいな感じだったんですけど、はい、とりあえず4月の2日に、はいはい、うん、これはまた別で今回はバイト辞めれました、はいはい、生配信じゃないですか。そうです。4月の2日は、うん、1周年記念改めて、そうだから、生配信します。今日は、まあ1周年はもう本当近いんですけど、はい、バイト辞め配信なんで、はい、そうです、そうですよ。1週間後ぐらいに、はい、もう1回やらさせてください。そうなんです。生配信を。はい。はい、そこで、1周年をお祝いしてみたいなことになってますね。これが改めて、1周年お祝いしてっていう感じなんで、そうです、そうです。それが1つ目の、重大告知。はい。どんどんいっちゃいます？もうでも、この流れで多分、いろいろいった方がいいですよね。じゃあ、はい。二つ目ですけども。二つ目。はい。とうとうですね。はい。我々の、うん。サブチャンネルが。あ、そっか。忘れてたんかい。いやいや、いや、それこそさっきの話だったから。サブチャンネルが、始動します。はい、よーこれがですね、はい、ちょっと我々ね、うん、こう、いつもこう動画で、こうやりとりしてて、うん、結構その合間のお話みたいなのを、はいはい、結構興味持ってくれてる方いらっしゃるんで、うん、ちょっとラジオ形式というか、うん、音源だけでやる感じですね。うん、なんで、それはちょっとこういう感じの動画じゃないんですけど、まあ音声ベースで行いますんで。どっちがいいんですかね？動画と？なんかその、例えば普通に喋ってるだけでも、はい、絵が動いてた方がいいっていう人もいるかもしれない。まあ中にはね、いらっしゃると思うんですけど、まあまあ。それか、音だけでもいいよとか、なんかその辺どうなんですかね、わかんないですけど。これはもう音声ベースでサブチャンネルは行きましょう。なんですね、はい、なるほど、はいはい。これは行った方がいいと思いますね。なんでこれが二つ目の重大告知でございますね。はい、で、三つ目なんですけども、はい、あ、どうぞどうぞ、全然行ってください。大きいのもありますよ。500巻ありますよ。まだね、1巻は行ってないですよね。結構赤くなりますね。なります、すごく。でもね、うん、僕、ここからが長いんで。ここからが長いずっと行けるんで。ずっと行けるんですね。大丈夫です、大丈夫です。
これが、はい、どれから喋ったらいいのかな、重大告知。ラーサルチャンネルでしょ。で、一応これはまあ別件なんですけど、はい、あれですよね、今日連絡来ましたよね。フレッシュなラジオ復活みたいなね。あ、そう。ラジオを、急に。OD、どっちかわかんない。はい、この、はい、フレッシュなラジオっていうのが2月で終わっちゃったんですけど、はいはい、あのね、3月は太田プロの他の若手の芸人さんが1ヶ月やったんですよ。はい、やりましたね。だけど、はい、4月からまた七不思議さんでお願いしますっていう連絡は今日ありました。はい、なので、4月からまたラジオが、はい、復活する。そうなんですね。ありがとうございます。これがどれぐらい続くかはまたね、わからない。向こうサイドの感じなんでわからないんですけども。だからそこも YouTube と合わせて皆さん聞いていただけると、また長くね。うん。うん、だから考えると、その、はい、サブチャンネルで、ラジオ的なことも流す。はいはいはい、で、また前みたいに日曜日だと思うんですけど、はい、そうですね、フレッシュなラジオも始まるっていうことで、だいぶね、増えるんですよ。増える。うん。そして、あら。そしてですよ。まだ。はい。今、月曜、はい、水曜、はい、金曜、はい、土曜、うん、4日間、うん、我々こうね、YouTube 更新してるじゃないですか。はいはいはい、で、うん、これにプラスアルファで、1日追加して、なおかつですよ、はいはい、毎週生配信。よっしぽったんすね、猫がね。ということですか。そうなんです。毎週生配信。毎週生配信。だから毎週揉めんすよ、こうやって、さっきみたいに。あー。いざこざが。あれじゃ済まないからな。もっと鍛えてくるから、俺は。いや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 。揉めてたんかいってなりますね。いや、揉めてないよ。はい、猫飼ってる方わかると思うんですけど、はい、その、取っ組み合いとかするじゃないですか、はい、子猫とか、ね。ああ、そうそうそう。あれなんで。そうなんですよ。はい。あのね。ということですね。はい、これね、はい、本当、これは、気づいてほしいというか、はい、これは思ってほしいのが、はい、我々、カメラ回ってるとき、小競り合いしょっちゅうしてますからね、今みたいな。ものすごい。そして回ってないところでもしてます。はいはい、なんでね、はい、日常茶飯事なんで。あることなので。そうなんですよ。はい。はい、大丈夫です、ね。そうなんですよ。ああ、すごいですね。いろいろ、はい、喜んでいただいてますよ。本当ですか？はいはいはい。ありがとうございます。本当にね、皆さんのね。いやいやいや、急に働きすぎって。え？急に働きすぎってコメント。俺？いやいや、その、今の感じ。ああ、今の感じ？はい、今の告知バッてやったでしょ？だから週いっぱい働くから、そういうことか。急に働きすぎって。いや、でもね、アルバイトも辞めることができるってことは、それで働く時間が、そうなんです。僕も増えますので、うん。うん。だから本当一生懸命やらさせていただきますよ。まあだからこれからね、はい、いろいろとこうやっていくにあたってなんですけども、はい、今後どういうことを皆さんが希望されるのかっていうのを、例えばじゃあ、コメント聞きたいんですよ。週1回で生配信をすると、はい、どういう感じの生配信でね、あ、そうそう、何をやってほしいかとか、例えばなんですけど、はい、吉田さんがね、はい、例えばですよ、この、ああ君がいるだけで。ね、ロマンね。なんだっけ。ああ、君がいるだけで。ごめん、間違えた。例えばね。そうそう。君がいるだけでね。そう、はい、心がね、強くなれるからね。で、よりね、例えば、ね、気づかせてくれたね。いや、長いな。全部言うんか。例えば、君がいるだけで、ここ。ノブ、はい、今のおもろい。やんなっつってんの。やるんです。はい。はい、あのね、例えばですよ、こう皆さんが、いやいや、もうできへん、もうできへんって。だからもう、例えたらダメなんだよ。例えたらダメいや、できへん。3回目はさすがに迷った。もう、いや、普通に大丈夫だよ。はい、普通にね。あのね、例えなくていいんだよ。例えなくていいんですね。皆さんが、はいはい、例えば、君がいるだけで、心が強く。おもろい。だから最高のパートナーだからね、はい、だから皆さんが、こういうユーマーをユーマーを紹介してほしいとかね、はい、ね、そうですね、生配信だからこそ、あ、そっか、そう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 、
やりましょうよ。今までね、はい、通常の回だと、はい、消化できなかった作品がいろいろといてるじゃないですか。消化できなかったのもよくわかんないですけどね。あるんですよね。順番待ってたのに、どんどん後ろに。たのにどんどん階段が来たりとか ねで、あちらへって言って俺どこ行くんですか、生かされたユーマたちがいてるじゃないですか。まあまあ正直殺処分みたいなね、ユーマたちがいたわけじゃないですか、そうなんですよ。じゃあそれもね、はい、できますよね、そういう、こう機会が。そうそうそう、だからそういうのとかいろいろとね、こうご意見を聞かせていただきたいんですよ。 どういうことを見たいかっていうね。そうだ、確かにそうだ、はい、あ、今ちょっと俺コメント見えちゃった。あ、なんでしょう、解明はどうなったみたいな。これまだですよ。そっか、まだ。まだ。さっき8時からね。そうなんですよ。放送ありましたけども。ちょっと消化しないといけないことがね、ちょっといろいろありまして。そうね、生配信ね。そうそうそう。どんなんがいいだろうな。でね、ちょっとコメントを今拾いますけど、はい、お願いします。大赤身パパ呼んでほしいなーっていうのもありまして、皆まで言うな。止めておきますね。止めておきますね。これちょっとあるぜ。みんなまで言うな。あるみたいだよ。で、はい、他にもですね。はいはいはい。はい、ですね、うん。チュパーカプラをぜひ。ああ、はい、いいですね。はいはいはい、とかね。ペルーとか南部とか、はい、南米とかありますからね。UFO を呼びましょう。ああ、ガゼット岡さんとか昔やってましたよね。懐かしい。そういう、そっか、ね、そう、やりすぎ都市伝説とかでも結構やってんだよね。はい、そうそうそう。最後の方のとことかで、なんか UFO 呼ぶみたいなやつね。はい。で、まあ、バラエティ的に面白いんだよな。そう、だから、こう、いろんなことの中でね、はい、今来ました、心霊スポットロケ。はい、我々、はい、心霊スポットロケを、行きました。行かせていただいたじゃないですか。行きました。で、実際問題ね、はい、楽しんでいただけた方が、どれぐらいいるのかっていうのを、確認取りたいんですよ。うん、で、その機能ないんです。ないんです。なるほど、ないんですか。だから、はい、それでね、心霊スポットロケを、行ってね、うん、はい、第2弾もあるよ、みたいな、振り。あったじゃないですか。ありましたね。で、それがなぜ、はい、流れないか、っていう、はい、ここなんですよ。部分ですね、我々としては、はい、ね、行ったわけなんで、来ましたよ。ぜひ、流したいんです。流したいですね。でも流せない理由。はい。考えてください。まあ、その、はい、あれですか？はい。あ、やべ、全然ボケ浮かばねえ。全然浮かばねえな、今の。あのですね、はい、もちろん、我々、はい、一番気になってるところが、皆さん、はいはい、そこだと思うんですよ。僕が霊感強い。のぶちゃんね、っていうのもあって、うん、で、カズさんがこういう感じですごい怖がりだっていう、その二人をドッキリのように、はい、あの場所に行かせた、はい。で、そういう怖い場所でおちゃらけるようなことをした、うん、みたいなところからすごい心配していただいた。コメントが結構、はい、多くてですね。はい、で、一つ、言っておきたいのが、我々神社行きましたんで、はい。はい。なんで、そのあたりは、スタッフともどもですね。はい。行った後にですね。はい。やりましたんで、そこは、心配していただかなくても大丈夫なんで。はい。はい。プラスアルファとして、はい。ドッキリでね。はい。最初もちろん、我々、え？みたいに。はい。なったじゃないですか。なってますね。でも、そこの現場に向かう車の間にね、はい、説明は受けてるんです。もちろんです。車に乗る前に、はいはいはい、これこれこういうことなんですが、はい、っていうことの、はい、スタッフの方、はい、からですね、そうですそうです、説明いただきまして、はい、で、まあ、僕らも、はい、それこそ、芸人ですから。そうなんですよ。芸人ですからというか、その、はい、やることによって、皆さんが喜んでいただけるならっていうことで言ってるんですよ。そうなんです。こっちの同意の上ではもちろん、そうそう。言ってますんで、はい、無理からそのスタッフがね、うん、連れ回したということではなく、最終的な、決断僕たちが、そうそう。下してやってますので、そうそう、はい、ね、結構その、わかるんですよ。スタッフ、いや、なんだと。そう、バラエティ的には、うん、あの体で言ってるんで、うん。だからやっぱりね、おいみたいな。まあ、ああいうふうに撮らなきゃいけないんですけど、なんで、でもね、だからといって、この、はい、今動画を作ってくれてるチームの、はい、そうなんですよ。ね、本当に一生懸命やってくれてるんで、はい、そうなんですよね、そこの部分なんですよね。で、はい、取りつかれたりするのが心配みたいなね、こともコメントでこうね、いただくんですけども、ね、はいはいはい、本当に、これ、僕
が大丈夫らしいんですよ、シウマさん曰く。そう、これも流れたのかな、流れてると思いますよ。はい、そういうものを跳ね返す、はい、そうもの力があるらしいんです。はい、ところなんですよね。プラスアルファ、はい、一応ですね。ナイスパ。はい、ありがとうございます。ごめんなさいね。ここだけ切り取ったみたいで、他の方、私言われてないとか思わないでくださいね。なんで、なんで土井さんの、土井さんだけ。わかんないよ。たまたまなんか違う色が来たから、黒の中に違う色が来たから。土井さんが桜やと思われます。違う。ごめんなさいね。他の皆さんも土井さんもごめんなさいね。本当、全民に感謝してるんで、これ。申し訳ないです。そうですよ。はい、すいません。でだから、はい、ロケに関しては、はい、もう我々も同意の上、そうです、最初はドッキリしてもちろん、はい、で理解した上で、はい、いい作品、面白い作品としてそうもうね本当に喜んでもらいたいの一心なんですよね。うん、そうなんです。で皆さんも結構心霊スポットロケどうですかみたいなねお話もいただいたんで、はい、そうですよね。でまあおじさんがね2人、うん、そういうとこに行ったらどうなるのかみたいな、ちょっと次のね部位も、はい、このまんまだとオクラなんですよ。ああ、なん、まあな。このまんまだと。このままだと。ちょっともったいないなと思いまして。せっかく行ったからね。はい。だからもし、皆さんが、次のが流れた時にね。はい。皆さん、そう。気持ちとして、そうなんです。なんかそういう、七不思議、ちゃんと前向きな気持ちで、その現場に挑んだ、うん、V だ、そう。と思って見ていただけると、そう。すごく嬉しいです。そうなんです。はい。やめろみたいなね。うん。かわいそうとか。スタッフ木村みたいな。そう、ちょっと。ってなると、そう言われちゃうのが、ほんも、一番かわいそうなんで、僕ら芸人というか、演者側からしたら。ね、そうなんですよ。はい。そこのとこ、本当に、申し訳ないっていうか、そうなんですよ。これは難しいんですけど、はい。本当にバイトを辞めました。ありがとうございます。いやいやいや、だいぶ変わるやん。もう、オープニングから捨てなあかんになるよ。今のはね、まあまあ、いいボケ。いいボケよ。いいボケ。いいボケやからちょっと突っ込んだでしょ。そうね。どういうことやねん、その。そうね。弱い時ね、結構流すんだよな。はい。声もちっちゃくね。何それ。何それ知らんわとかなんか思ったりする、ね。でも、はい、皆さんが、ちょっとコメント、はい、温かくね、はい、もったいない、みたいな、感じでね、はい、そうですね。撮ったものをね、はせっかくなので流したいので。そうですね。ありがとうございます。皆さん、はい。これ。ありがたい、ね。はい。コメント来てますね。あ、すみません。はい。ありがとうございます。ということで、心霊スポットロケ。はい。流しましょう。ぜひね。結構、怖かったよね。ね。怖いし、うん、謎。そう。スポットが。あれはね、でもちょっと、頑張ったとこあるよね、俺。僕、そうなんですよ。僕入れなかったんですよ。そう。まあ、これどこまでっていうか、まあ、わかんないけど、ノブちゃんが、はい、ここはダメですよっていうところがあって、はい、でも、ほら、こう取ってね。はい、そう。でも俺その時ね、やっぱ2軒目だったから、2軒目っていうのおかしいよ。飲みに行ってんじゃん。ね、そうそう。そう、本当おかしいんだけど、ちょっともう麻痺、感覚もハイになってたから、はいはいはい、うん、じゃあ俺が撮るわみたいな感じでね、はいはい、ちょっとそこに入ったりとかもしてる模様がですね、はい、流れてですね。そうです、そうです。見てもらえたらな、すげえ見てほしい。超頑張ったから、自分にしたのあれだけど。皆さんが、こう、見たいですって言ってくれてるんで、もうそれは流しましょうね。はい、ぜひ、はい、ご覧いただけたらと思います、ね。で、応援のコメントを皆さんぜひいただければ、はいはい、ね。一番嬉しい。そうなんですよ。マジでそれが一番嬉しい。そしたらね、はい、Google のね、AI もね、あ、みんな褒めてくれてるな、つって。はい、いや、そこ、そこって大事なんだ。そこ大事らしいんですよ。僕あんまわかんないんですよ、正直言って。いや、そうそうそう。いろいろね、大人の事情とかも絡んでくるんですよ。らしいんでしょ？いろいろあるからね。そういうのが。なんで、いいね、うんぬんとかね。まあまあまあね、そう、再生数ももちろんね、ありますけどね。はいはいはい、はい。そう、ノブさん、新スポ行ったらあかんのやないのみたいなコメントいただいてます。あ、一巻開きましたね。飲めよ。真っ赤っかですよね。充血しますよ。マジで。500いっちゃいます。いっちゃおうぜ。いっちゃえよ、これは。いっちゃえなよ。いっちゃえなよ。あ、ノブが開けてくれた。いっちゃえなよ。おぉ。いっちゃえなよ。おぉ、あちゃいなよ、初めてじゃない、こんなやったの。ちゃいなよ。あるか、あんのかい。
でね、あ、梅。あれです、何の話をさせちゃったっけ。あ、そう、僕が心霊スポット行ったらダメだっていうのも、うん、これね、正直言うと、はい、25ぐらいの時に、うん、はい、僕、そのスイッチを切ることを覚えたんですね。霊感に関しての、うん、おいで、その時にうちの父親に言われたことがあるんです、はい、お前はそういう心霊スポットとかそういう心霊関係の仕事をすると、うん、よくない感じだったと、うんうん、20代前半は、はい、ただそこからもう言い方悪く言うと働くための、うん、お金を稼ぐために、うん、そういうオカルトと関わるんであれば、うんうん、お前は大丈夫だと思うって親父に言われたんです。あ、お父さんがね。はい、うん。で、それはもう仕事としてそういう風なスポットに行くのは、うん、もう大丈夫なはずなんですよ。うんうんうん、なんでそういうね、すごい心配していただいてる方もいらっしゃるんですけど、はい、そこも僕はもう大丈夫だと思います。うん、ただ本当にやばいところは僕わかるんで、うんうん、この前もね、はい、ここ入りませんって言いましたからね。あ、ありましたね。2箇所。あ、2箇所ありましたね。ここは、僕は入りません、はい、っていうね。だからそういう自分の中の感覚で、はい、そうなんです。本当に、なんていうのかな、はい、場所というのは、はい、ある程度、だから頑張る向きもあるとは思うんですけど、自分の中のジャッジで、あれで言ってるので、はい、本当に、ありがとうございます。よろしくお願いします、本当に。だからこれやばいな。感謝を伝えたすぎて、はい、語彙が足りなくなってきてるね、はい。ちょっと待ってくださいよ。はい。おからじさんからですね。はい。あ、スパチャいただいた上に。わあ、ありがとうございます。ノブさん、また心霊スポット一緒に行きましょうよ。そして、吉田さんがコメントしましょうよ。これどうやったら訴えられるんですか。ごめんなさい、ごめんなさい。いいんです。あの、ありがとうございます、おからじさん。あのね、嬉しい。おからじよ。お、言ってやれ。僕も呼んでくださいよ。呼んでくださいよ。勝手に心霊スポットに連れてかれたんですよ。知ってますよ。前回でしょ。はい。俺それ自分一人で家で聞いてんだぞ。あ、ノブって思って。びっくりした。俺ね。はい、はい。おからじのね、うん、その、ともくんと、ケイスくんっていうね、二、はいはい、人に、ね、こう、助手席座らせてですよ。座らされてですよ。はいはい。どんどんね、うん、山奥に入っていくんですよ。人気のない。で、どんどんね、暗がりに連れてかれて、かわいそうね。埋められんちゃうかなと思ってね、途中でね。男性だったら殺害。女性だったらなんかそういう。もうそうですよ。ね、だから。されるんじゃないかなみたいな。本当にびっくりしたんですけど、まあでも楽しかったのね、岡田さん。ありがとうございます。あの時ね、俺、はい、ノブちゃんが行った動画、はい、動画とか、あれ、岡田さんは絵ないもんね。そうですね。音声だけだから。ね、はい、聞いてるじゃない。はい、それファミコンの下りとかあったでしょ。ありましたよ。で、ノブがやっぱほら、はい、なんか急にアーガスとか言われてさ、苦しんだりするじゃない。そうそう、やっぱこのね、聞いてるとね、相方やっぱりね、応援するんだよね。頑張れって。あ、出るかな、ノブ、アーガス。大丈夫かなって言って、ちょっとこう握ってんだよ。頑張れっていうのは覚えてる。うん。あ、なるほどね。でも僕惨敗したんで、おからじの木村さんに。リベンジしましょうよ。だから本当ちょっとね、二人またね。七不思議でね。あ、七不思議で。解除も。したんでね。はい、あ、そうです、そうですよ。はい。おからじさん呼んでいただければと思います。よろしくお願いします。なんで、あれですよね。愛知県とか、そういう、はい、そういう、なんていうんですか。地方の、住んではいけない漢字シリーズとか、いけるでしょ。はい、あー、そういうことか。そうですね。自分でね、こう、そうですね。おからじさんでできるような、土地にまつわるようなこととか。で、愛知特集みたいな、ね。そう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 。やれたらぜひ、次、もし行かせていただけるんだれば。ね。ぜひ、それで行きたいと思いますけど。1000人超えました。あら見てる人。見てる人が。おめでとうございます。1000人を超えた。いや、ありがとうございます。なみんな、一緒に飲んでてほしい。あ、でも飲めない方もいらっしゃるから。まあまあまあ、 まあ、ね、それはジュースとかでね、楽しんで一緒にいただければ。はい。おからじさんがまたコメントいただきまして。うん、吉田さん、卒業おめでとうございます。困ったら、北の某国のなんかやばいバイト紹介します。行かれてるんですよ。行かれてるんですよ。履歴書いるのかな行こうとすんで。行こうとすんで。あ、そうか。リクションいらないですよね。連れてかれちゃいますからね。連れてかれるんですよ。これどこすみません、こういうの笑っちゃいけないんだよ、本当に。そうなんですよ。なるほど。はい。はい。なるほど、ありがたい。わあ、すごい。1000人超えました。今日ね、ライバルがめちゃくちゃ多いんですよ。生配信も。やりすぎ都市伝説とかね。
まあ、僕も今こっちスマホで見てますけどね、見てんかい、これ、ね、見てるんかい、ないです、ワンセグついてるスマホって、いや、わかんないな、ワンセグ、ワンセグって何だっけ、いや、ワンセグはテレビ見れるやつですか、ね、ああ、そうなの、まあまあやりすぎね、はいはい、やりすぎとか、あと、まあ、いろんなね、なんでしょう、いや、まあ、言いましょうよ、あ、言っちゃいけないのか、何が、他のって、あ、いや、まあ、パッと覚えてないです、そのチャンネル名、なんで、はいろいろ、はい、こう激戦区なんですよね、そうそう、ゾゾゾも今日ね、あ、更新されてます。ノブさんの大好きな。あ、僕大好きなんです。そ, そう、これね、あ、こういうこと言っていいの？いいです、いいです。そうそうそう、結構ね、前に、はい、半年ぐらいかな、はい、どんぐらい前か覚えてないな。ね、けど、はい、カズさんと、ゾゾゾは、マジで面白い。言ってて。はい、いや、それだけ、それだけ。ごめんごめん。本当にゾゾゾとさせちゃった。いや、これきついな。やっぱりいいのか。ダメだから。あ、すいません。すいません。ってね。だから。はい、だから、まあまあ、そう、ゾゾゾなりね。はいはい。こう、いろいろな、こう、ライバルたちがいる中。そうですね。1000人をね。超えまして。もっとみんなと喋りたい。はい。もっとみんなと感謝を伝えたい。明日の朝、4時起きなんで、飲むのはもう終わりました。あ、ハセさん。そっかー、はい。4時起き早いっすね。クワガタみたいっすね。いや、たとえクワガタ来る早起きの、たとえ。ま、豆腐屋とか、寺パン屋とかじゃないんですか？嘘？わからんけど。寺かクワガタだな、俺。ごめんなさい。本当に朝早くお仕事されて頑張ってください。ねえ、はい、ああ、いろいろなところから来ていただいてますね。すげえなー。そうそうそう、見てから来ました。島田秀平さんをこの後見に行きます。え、いやいや、この後行くんかいな。いや、ちょっとこの後にしてくださいよ。あ、そう、この後です。秀平さんはね、だって別に生配信ないでしょ。まあまあそうですね。やっぱりね、はい、いろいろなチャンネルと共有して、やっぱりね、オカルトをそうして、その、好きな方が。全体を、はい。たくさんいらっしゃると思うんで。なんでみんなどのチャンネル見てるんですかね他の方。いや、もう主要な見てると思いますよ。あ、今の主要なっていうのが僕はあんま分かんないんですけど。主要なところですか、ガンジー横須賀チャンネルでしょドインディ。ねえ。IWA ジャパンで。狂気使って OK じゃないよ。ヘッドハンターズじゃないんだよ。ね、A、B いるからね。A、B いてるからね。B はムーンサルトやんないからね。いや、だから、そういうね、もう皆さんが共通してファンだと思うんですけど、はい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 、我々も結構コラボしてきたじゃないですか。はい、コラボやりましたね。で、やっぱりね、このコラボもう一回見たいですとか、はい、そういう感じで我々もちょっと今後いろいろ企んでる中で、はい、まだ呼ばれてない、呼んでない人がいてるんです。うん、っていうことは、やっぱ漢字よこす。いや、呼ぶ。あ、呼ぶ。あ、よかった。ガンジーは呼びます。ガンジーさん会いたい。ガンジーは呼びます。うん。だから、ただ、ピンポイントの時は、はい、ちょっと、こう、離れていただいてから、そうですね、ピンポイントって、ちょっと音量がね、はい、ちょっとでかい。難しいんでね。ですかね。そう。だから、はい、あ、そうなんですよ。こう、今コメントいただいて、デニスとかね。はい。そう。今来てます。デニコアとコラボお願いしますとかね。はい、あと、あれでしょ、アミくんでしょ、あ、はい、多分。で、はやともでしょ、あと。そのあたりとも、ちょっと。二、まあ、人とも僕は友達なんでね、なんとかなると思います。あ、じゃあお願いしていただいてよろしいですか。つないでいただいてよろしいですか。その辺と。ちょっと、チューして。なんでなんでやねんって。意味わかんないでしょ。からん。無理なんで僕は。あれでしょ、吉田枠は小石田純一と魔族でしょ。やめろよ。やめてくれ。やめてくれよ、もおかしい。失礼だから。それは小石田にも失礼だから。まあ、いや、魔族にも失礼だけど。そうですね、うん。あのね、デニスは吉本だからギャランティーがきつそうだなっていう心配していただいてるんですけども。いやー、すげえ、なんか関係者。吉本にパイプがあるよ。これはね、これはちょっと煽りましょうか、じゃあ。若干煽りましょうか。ちょっとし、まあ、ちょっとしたというか、はいはい、いろんな、最近ね、ちょっとなんか、撮りまして、YouTube 撮って、はいはいはい、で、そこの流れで、うん、そういうのができるかな、うんうんうん、できたらいいなっていう感じのものは、うんうん、第一段階はできたよね。あ、そうそうそうです。うん。だから、本当に、この皆さんからいただいているね、はい、このリクエストは、
もうほぼ僕らは答えていこうじゃないかと。アミリさんとか、はい、早友さんって俺面識がないんですよ。はい。ノブちゃんはなんかどういう感じで、番組の中が一緒になったことなのか。どういう感じって、そもそも僕の方が芸歴はあるんで。あ、で、まあ、ちょ、一応2段階やらさせていただきましょう。何そのリアクション何これいやいや、もうそのニャーが合ってるし、ね、ちょっと お色直ししていい俺じゃ。いいですいいです、はい、もう一着あるんでしょう。あー、これむずいなー。三木住職むずいなー。パイプないなー。え、いやー、 お会いしたことありますよ。はいはいはい。うわー、直木マン、直木マンさんねー。あー、井山ね。井山、まあまあまあ。いけるでしょう。いける？はい。なるほどね。いやいや、美咲さん、元ニュースタッフさん、ぜまた呼んでほしいです。いいですね。猫サタンで。あら、はい、オカルトに乗せた、ね、オカルトに乗せまして、はい。ね、はい。その T シャツを、はい、こう着替えてきて、はい、今だと思って見せたんでしょうね。あの、ニュースタッフ勢っていう、その、美咲さんのせっかくのいいパスを、ちょっと消してしまわれたんで、はい、お願いしますよ。ニュースタッフ、はい、なんですか、ニュースタッフ勢って。いや、忘れないで。我々の元いた、ああ、そうか、太田プロダクションの前の。太田プロの前に、我々別々のコンビでいた事務所の、はいはいはい、芸人、そこに一緒だったんですよ。なるほど。まあまあ、完全にもう決別したんですけどね。やめなはれ。やめなはれ。そうそうそう、やめなはれ。そう、ボケですからね、一応。そうそうそう。確認しますけど。はい。で、あー、なるほどね。はいはい。ヨザさんですね。あ、ヨザさんですね。はい。はい。わかりました。はい。あ、チャンスさんね。チャンスさん。うん。はいはい。チャンスさんって、はい、俺ね、はい、昔組んでたコンビの時に、はい、トークラブやってて、はい、ゲストでね、何回か来てもらってるの。へ、で、チャンスさんが、前の事務所にいらっしゃるときに、はい、俺もその事務所ライブずっと出てて、はい、結構ね、はい、多分連絡ついたらやってくれると思うんだよな。いや、俺 OK もらってます。早いね。仕事。そうなんだ。忙しいんで。あ、そうかそうかね。チャンスさんね。チャンスさん忙しい、ね。俺もなんかやりたい。で、谷志くんも忙しいんです。はい。そうなの？そうなんです。忙しいなぁ。ああ、なるほど。平山夢明さんね。ああ平山先生。会いたい！平山先生ね。これも、平山先生も、ダメ？ BB 五郎さんから繋いでもらいましょう。五郎さんから。はい。会いたい！うん。沢田千佳子。はい。いやいや、会いたいね。ね、ね、じゃ、バッと出てけ。今年も、そう、海に行くって。そうだよ。いっぱい。映画も見るって。約束。したじゃない。何やねん、これ。何これ、卒業式みたいに。掛け声みたいになんか。みんなで行った。でも、パッとできるのはやっぱいいよね。それはね。でも、そういうネタ書いても彼やんないんですけどね。やらないです。覚えらんない。そうそうそう。台本あるんですよ、ほんとに。ですね、はい、さっきからね、義母さんとか丹波さんとか亡くなった方ばかり書くのやめてください。やりたいけども。やめてください。できないんですよ、ね。やめてください。はい、そうですね。はいはい、まあ、いろいろいただきましたね。はい。か、はい、あ、いいですね、田中さん。あ、田中さん俺会いたい、また。いや、違います。田中さんという方がコメントくれたんですけども、面白いですよ、このコメント。くすぶってる芸人いっぱい知ってるんでしょ。知ってるよ。知ってるよ。くすぶってるやつしか知らない。それはそれでやけど。うん。いろんな人知ってる。俺は知ってます。そう、だから俺もね、はい、自分の枠でね、はい、声かけたけど、やっぱ持ってないっていうやつが多いんですよ。ああ、まあまあね。盟友のタイムマシン3号。うんうんうん。関も山本もね、うん、ないんですよ。なるほどね。うん。だから俺が呼びたい人が、まあ、オカルト人じゃないからね、やっぱ芸人じゃない。芸人はね、ね、そうですね。うん、まあでも今ちょっといただいた中で、はい、ある程度僕分かりましたんで、お、それはちょっとね、期待に応えていこうかな。これはすごいチャンスに強い。これありがとうございます。チャンス。コラボに関してはこれで OK です。はい。心霊スポットロケのやつも流します。はい、ね。はい。
ね、最高の1時間じゃないですか。ノルマはクリアしていってますよ。今10時ですよ。はい、ね、ケンちゃんもね、ワンカップ開けましたんでね。あ、ケンちゃん飲もうよ。ケンちゃん飲まないと。ケンちゃんワンカップね、開けましたんでね。飲みますよ、これ。行きましょうよ。絶対大丈夫だわ。エリナさんが、はい、ガンジーは来るのって、すごい念をしてくるんで、あ、来ます。はい。すいません、これはね。はい、呼びます。ガンジーって感じ。ね、面白いね。はい、賛否両論あるのがやっぱ一番いいですよね。あ、なるほど。前田明さんは来ないです。あー、はい、呼びてー。呼びてーってか来てほしい。いや、怖ないっすか。怖ないっすか、前田さん。うん、はるね。そう、浜木でしょ。いや、いろいろ聞きたいことあるからな。プロレスラーの、プロレス大好きだし。なるほど、なるほど。あ、この人はおそらく我々のフレッシュラジオのファンですね。はい。呼んでほしい人。はい。パグさん。ああ。パグさん。まあ、逆に多分一番難しいかもしれない、ね。パグさんはね。パグさんはね、あ、じゃあパグの話しようか。パグの話、はい。まあ、犬の種類なんですけど。犬の話するんかい。そのパグじゃないんだよ。すいません。七不思議が結成した直後くらいから、はいはい、ライブとかを来てくれてる方なんですよ。はいはい、で、男性でね、はい、うん。で、同齢なんですけど、はい、すごく本当に熱心に応援してくださってる。ありがたいですね、本当に、ね。そうなんですよ。はい、だからパグはね、はい、結構パグって言っちゃったけど、うん、パグ村さんは本当にね。はい、パグ村さんって言っちゃった。出してないのに。なんて言ってるか分かんない、ね。はいはいはい。パグさんね。パグさんね。はいはい、え、終わり？え、終わり？パグさんの話していいですかっつって入ったのに終わり？これがね、ええ、僕の長短所だよ。早っ！ツッコミ早くね今なんか。はい。ありがとうございます。はい、本当に。なるほどね。ライガーさんも無理です。ああ、重心なサンダーライガーチャンネル大丈夫。言えてないやん。言えてない。テレコテレコ。テレコってこと。ああ、なるほど。うん、わかる。はいはい。ああ、こういろいろとね、来てますね。はい、はい、はい。なるほど。ということで、はい、もう、コラボに関しては私が全てちょっとね、お、いろいろと動かしていただきます。なるほど。お楽しみにということで。はい。これからの展開。そうなんですよ、だから、ね。よくね、僕聞かれるんですよ。何ですか？ YouTube を撮られてるじゃないですか、うん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 。で、どれぐらい撮りだめてるものなんですかみたいな、ね。僕、この前聞かれたんですよ。はいはい。怖いよ、怖い。リズムが、トークのリズムが怖い。そうですね、だからなんかね、そう、はい、だから撮ってすぐ出してるって思ってる方が結構いるっていうことなんですよ。ああ、なるほど。意外とだからラグがあったりするわけですよね。はいはい、意外と撮ってちょっと、はい、なんかその動画を出すタイミングとかをうがかったりしてる時もあるんで。はい、撮って1ヶ月後に流れたりとかってもあるもんね。ありますね、ものによってはね。うん、やっぱその流れとかありますから。そうなんですよ。ね、あ、だから例えば、あ、これ言わなくていいのかな、あんまいいわ。はい、多分言わなくていい話だと思うんですよ。あ多分。もう全部分かってるね。多分、はい。俺のトリガーが外れてるの。大丈夫だね、まだね。今、徳森ザウルスがスパチャをくれましたよ。あヤス君？いや、もうバカになってるやん、音量。音量のボリュームが、はいはいはい、テレビだったら殴られてるでしょ。怒られてますよ、ね、音声さんがめっちゃ怒ってきますよ。あ、わ、そうだな、このマイクつけてるで、下にいてる AP さんがこう外しますよ。で、カンペ書かれるんです。使われねえよ、今後そういう芸人使われねえんだよ、ね、だから使われてこなかったの。やかましいよ。これ、こういう感じで俺いつも家で一人でやってる。うわ、怖っ。え、怖いわそれ。こういう感じ？一人でやってるんですか？やってるやってる。やってるやってるって言っちゃった。いや、ジミーちゃん。え、いいのかな俺こんな適当なこと喋ってて。いや、ダメです。ダメですよ。あ、ダメなんだ、やっぱり。ダメなんかよ。ダメですよ。ダメですよ。じゃないですよ。あのね。猫を見てね。あーちー。好きー。ありがとうね。いや、ほんとね。そう、ヤスさんありがとうございますね。あ、ます、ほんと。ヤスさんありがとうね、ほんとね。ほんとにヤスとかも今後いろいろとね。やっていこうと思っておりまして。そう。はい、そうなんですよ。大怪獣のやつ出して。な、向こうのね。うん。はい、大怪獣。おお、来た。パグ。パグ来ましたよ。パグ。すげえ。パグ。パグすごい。パグ。ありがとう。パグさんありがとうございます。ありがとうございます。
京都府出身、ありがとうございます。だから、ちょいちょい、ちょいちょい情報出さないで。個人情報ダメね。一般の方なんで。ごめんなさい。違ったと思うわ、まあ。ガバガバですよ、今。違ったと思う。違うとこだと思う。違うとこだと思うって。すみません、ありがとうございます。お世話になります。ダメですよ。パグさん、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に。皆さん、っていうか皆さん、本当にありがとうございます。本当にね。なんで、いろいろとね、こう、クリアしてきてるじゃないですか、今。ね、そろそろ、え、何すか？あ、ごめん、あ、どうぞ。え、何すか？あ、いや、進行。進行を止めたら申し訳ないから。いやいや、今の流れ全然別にいいですよ。あのね、はい、バイト辞めるうん言ったじゃん。はい、で今、七不思議がバイト辞められるってことは、はい、なんかその、いろいろ生活が滞って、はい、滞ってダメだな。違うわ。何すの？潤、まあまあまあ、その潤滑が良くなってきたわけじゃないですか。はいはい、まあまあまあね。今までお笑い、YouTube なしで、はい、お笑いで一月に一番稼いだ額っていくら？あ、リアルに？これ聞いとこう。俺知らないもん、そのノブの一番稼いだ月。30。あ、ごめん。でかい、今のは。今のはでかい。ごめん、ごめん、ごめん。みんな、皆さんごめんなさい。ピンポイント以上だよね。だから。ごめん、ごめん、ごめん。だから。もうね。だから。飲みすぎちゃう。アルコールを控えろって飲みすぎ、もう最大級の振りを俺してたようになりますよ、今のオープニングで。びっくりさせちゃった。酒飲むとこうなるから。30万もお笑いで稼げるってね。だから。なかなかいないっすよ。だから、うん。レッドカーペットとか。え、俺も出てたのに。で、出た回数が違うじゃないですか。僕2回。でしょ？俺10回ぐらい出てる。そんな出てんの？だから、それぐらい出たのに、売れなかった芸人が何組かしかいないんですよ。レッドカーペットに、10回ぐらい出たのに、売れなかった芸人。他誰なんだよ。縁日だよ。やめちゃったよ。縁日と、モッコスファイヤーです。いた。モッコスファイヤーさんいたね。なんで、あ、ごめん、はい、また止めかけるいい、なんですか。でね、はい、俺今日ね、はい、いろいろ引き出しとか漁ってて、はい、俺が一番稼いだお笑いの月、はい、めっちゃ少なかったの。でもその明細が見つかったから持ってきたの今日。お、面白い。見る。はい、ちょっと見て、俺が一番稼いだ月。あ、お願いします。そう、どうしてんだ俺だって、さすがにこういうイベントことは、はい、これをノブ見てこれ、はい、30万ですよ。コンビは違う時に大赤見さんはお笑いで30万、30です。でも、あー、なるほど。これ最高マックスですか。これが今まで俺が稼いだ最高額のお笑いの月の額。ははなるほど、うん、高校生のバイト代じゃないですか。そうなんだよ。これ言っちゃっていいんですか。いいよ別に。61,500円。うん、いつだか言ってもいい。2009年12月25日、うん、そう、なるほど。学園祭シーズンを踏まえて、そうです、その分が入ってきたにもかかわらず61,500円。これが最高だからね。だってそこそこ全部イベントかテレビないの。あの、ちょっとごめんなさい。営業の単価安っ。おい。安っ、うん、でもそうな、かわいそう。それ一人に入ってきた額ですか。相方じゃない。全体で。全体の額でそこから。うわ、ちょっと待ってください。こんなことあります？これ営業でしょ？営業だよ。9,000円ってあります？何の話？いやいや、営業一本。あ、そうそうそう。あ、これか。そうです。これはちょっと皆さん、かわいそうでした。こういう時を経て、はい、なるほどね、今、はい、できてるってことを感謝ってことなんですよ。なるほど、はい、ちょっとね、お笑いの仕組みあんまわからない人多いと思うんで、ちょっとこのわけわからん状態で、ね、進んじゃうと思うんですけど、例えばなんですけども、レッドカーペット出ました、はい、当時だとね、エンタの神様が出ました、はい、で本当に若手芸人が生かされる営業と呼ばれるもの。はい、ショッピングモールだ、はい、学園祭だ、はい、ありますけども、はい、大抵その名前がない場合は前座なんですね。そうです。前座で大体、金額が一組3万ぐらいだと思ってください。まあ3かね、はい、うん、で5万になり、はい、
10万になり、みたいな感じになって、ギャル単価上がってくるんです。その10から、その次のステップアップって結構ね、でかいじゃないですか。ていうか、俺、はい、自分のギャラ単価で最高が7なのかな？営業とかで関していったら。安い。え、どこまで行ったことあるの？え？どこまで行ったことあるの？そんなん言うんすか？いや、バイクで進んだけどみたいな感じで。いや。どこまで、え、一組の単価ですか？そうだよ。だから、前のコンビの一番いい、なんかその、ギャラ単価高いとこっていう。20。え？だから。20万で、だから、事務所の取り分があって、はい、まあ、事務所が入ってくるんですけど、それぐらいはあったんですよ。えぐ？えぐないっすよ。15分やるぐらいっすよ。で、20万。だから芸人って、そのランクに行くまでの若手芸人とのその間って大きいじゃないですか。大きい。で、このね、僕が行ったそのランクぐらいのやつも溢れ返っとるじゃないですか。で、こっから次のワンステップ、ワンステップって、それが本当に売れる、売れるんですよ。ね、だから、ここまでは、ちょっと詰めかかったぐらいまでいけたんで、あ、こうはいったんだ。そうそう、いけたんで、多少。次のこうかってことね。そう。だから、入ってくる月もあったんです。お金が。そうなんだ。そうなんですよ。なんで、本当にね、例えばですよ、はい、皆さんが、ショッピングモールにいるだけで、心が強くなれることを、いつでも、いつの時も二人は、ちょっとおかしくなった。もうね。すいません、はい、ちょっとひどい天丼。あ、リアルなね。あ、すいません。ドンゲバビー禁止でお願いしますね。あ、はい、すごいこと来たぞ、はい。お願いしますね。俺は両方してるからな、はい、そこはな。はい。はいはい、これね、太田プロだからいいけど、うん、吉本だとこの配信アウトだねっていうね、コメントがありまして。おー。まあ、一般的にです。うん。はい。なんで、事務所に限らずです。我々、太田プロの話をしてるわけではないんですよ。うん、あ、まあそうですね。はい、大体です。目安なんでね。はいはいはい、はい。はい、すごい心配していただいてね。はい。でね、あ、出さない方が良かったよ、その子。まあ、そうですね。いや、それはもう、堀米元マネージャーに聞いてください。いや、言っちゃったよ。言ってしまったよ。元マネージャーに聞いてください。まあでも見せてないですからね。はいはい、なんとなくのお話ですから、これは。まあね。で、その、はい、だから俺が言いたかったのは、いい皆さんが、ショッピングモールとかで、うん、あれ？この芸人誰？っていうね。芸人が例えばネタをしてたとしましょうよ。はい。で、それをたまたま足を止めた場合、はい。ニコニコしてあげてください。うわー、それすげえいいこと言った。本当にそうしてあげてください。ね。その笑顔に、その笑顔に売れてない芸人は救われるんです。はい。それ、ね、そうして七不思議もやってこれたとこあるよね。ああ、そうですよ。うん。パグオがニコニコしてくれるんですよ。あら。パグさんが。パグが。パグビーチの会になってるな、はい、そう、本当にちょっとしたことでもね、芸人すごく嬉しいんで。お休みのジャッカルさんがですね、はい、スパチャとともにコメントいただきまして、はい、バイトの卒業本当におめでとうございます。ありがとうございます。それがどんなにすごいことか分かりました、はいはい、今の話でね、はい、最盛期6万えぐいて6万ね、なかなか大変なんだよね、はい、別にこれ闇とかじゃない、闇じゃないですよ、やつですからね、正規のやつで。 あとコメント読み上げますね。はい、吉田さん、トムとジェリーの T シャツ着てよ。あ、これ言おう、はい、言っていい？いいただいたんですよ、はい、トムとジェリーの T シャツを、はい、それ着てもう撮ってます、はい、で多分ね、関口さん、総集編って明日ですか？言えないです。あ、それちょっと言えないんですごめんなさい、これもよくわかんなく言っちゃいましたけどなんでそう言っちゃうんですか、いろいろ予定を予告とかあげる意味なくなるじゃないですか。怖いんですけどガバガバ具合が来て、はい、撮らせていただきました。いずれ流れますので、うん、本当にありがとうございます、ね、はい、勘弁してください ね、 すみませんね。ほらもう明日総集編って食いつかれてるじゃないですか。ごめんなさい、わかんないわかんない、俺明日そうかなと思ってたけど、怖い、違うかもしれない。 いつか総集編またやりますよでも撮ってはいますんで、ほらね、はい、よく20年も続けられたね。どうぞ、俺そう来てますよ。まあわかるわかる助けられて相方とチームとで皆さんに助けられてギリギリ、ほんとすいません、ありがとうございます。飲みなよ、行っちゃっていいんかい。飲みなよ、うん、飲みなよ、もうね。そう、だから、こう、いろいろとね、こう、
生配信なんで、結構ギリギリのね、お話してるんですけども、いや、何のガッツポーズやで。めっちゃ寄ってきた。これ。え？めっちゃ寄ってきた。でも大丈夫、大丈夫。でも大丈夫、迷惑かけない。俺迷惑かけないから。大丈夫ですか？大丈夫ですよ。はい。あ、いいですね。うん、いいな、このグダグダ感ですね。ね、いや、本当に楽しい。今日は。本音がポンポン。来てよかった。はい、来てよかったって何で来てよかったって、ね。来るはずだもん。なんで来ねえんだよ。中には、すいません。我々のネタが見たいとかね、あ、コメントいただいたりとか、あと、うん、コメントであったのが、うん、奈良不思議チャンネルは、はい、お笑い芸人なのに、うん、ネタを載せてない WWW っていうコメントがあったりしたんですけども、ネタ載せてないのに笑われてるわけだ。理由がありまして、なんでそんな威嚇するんですか。すいません。誰も俺そんな別に喧嘩腰で言ってないでしょ、今。まあ、そうね。お前言ってやれよ、みたいな、なんすか、それ。いや、その、七不思議チャンネルは、いや、俺言うから、言うから。ね、七不思議のチャンネルは、オカルトファン、はい、僕らがオカルト好きなんで、大好き。オカルトを見ていただける、オカルトファンを、一緒にね、こう、楽しんでいけるようなチャンネルをするために、あえてネタは載せません。はい。で、その漫才とかコントが見たい場合は、我々のね、太田プロの事務所がチャンネル持ってるんで、そちらの方で漫才とかが流れてるんで。今でも見れますよね。見れます、見れますね。はい。流れてるんで、そちらの方で見ていただければと思いますね。はい、あとは我々がね。もライブありますし。ライブありますし、ね。事務所ライブありますし。来ていただいたりとか、はい、まあまあネタ番組でもね、はい、まあ、チャンスがあれば、世に出ていきたいんで、ね。いきますよ。はい。頑張っていきましょうよ。あ、七不思議さんの M1 のネタ面白かったって言っていただいてますね。ありがとうございます。そう、たまにね、M1 とかね、はい、そう、動画載ったりするんでね。1回戦の動画とかでも、はい、点数をつけるんで、はいはい、上位に入ると流してもらえるんですよ。はい。まあ、はい。綺麗な。いやいや、コメント読んでるとね、やっぱ面白いんですよ。はい、ああ、あります、いろいろ。20年分の不満が。もう、いや、いっぱいあるって、そんなん、こんなん、マジで言えないって、それは、全部はね。いや、でも、感謝よ。どうしたのよ、20年間の不満って。何があんのよ。どんどん売れてくんだよ、周りがね。ね、周りがね。そう、のぶちゃんだってそれは分かるでしょ。はいはいはい、ねえ、それは分かります。だってあの頃一緒に出てたような人がテレビでガンガンやってるじゃない。ザリガニコーポレーションですか。そうそう、ザリガニ。やかましいよ、お前。誰が分かんだよ、お前、それいや、はい、全部含めて好き、はいはい、なんでだよ。それ分かんないでしょ、春山さんのこととか。分かりやすいとこ言いなさいよ、それだって。あ、例えばね。例えば。君がいる。心が。これ、居酒屋みたいじゃねえか、もう。よくないなぁ。よくないんですよ、やっぱりね。こういうとこ出ちゃいますね。生配信はね、やっぱりね、我々はね。いいですね、こういう。なっちゃう。僕は好きなんですけどね、こういう雰囲気はすごく。はい、あ、いいですよ。泣いてもいいぞってコメント来てますからね。はい。泣いていいの？いいらしいですよ。サブチャンネルで吐き出してください。なるほどね、はい。今後ね、サブチャンネルでね、音源だけになった場合は、まあ、もちろんね、本音と言いますか、そういう部分もね、どんどんぶちまけていこうかなと思ってますけどもね。滑ってないよ。こんなのはな。滑ってるらダメですよ。まあ、それもすげえ目ざとく見えるから、そんな。何を滑ってるかもって出てたから。あ、今？うん、滑ってないから、そういうのね。え、その、今の感じがってこと？わかんない、わかんない、わかんない、わかんないけど。コメントであったから、滑ってるかも、みたいな。滑っていうか、その、すっていうのに敏感だから、俺。カタカナの、うん。その後に続く言葉がね、うん。すべすべかもしれないです。すけか、すべとかね。あ、これ、俺のことかなとか思うから。すけってどういうことですか？すけべみたいな。すけべ。スケベって言われます、今。あんまり言われることないけど。令和のこの時代に、スケベ、このスケベって言われます。いや、週1ぐらいでは言われるけど。誰に言われてんの、お母さん。お母さん。おー、ほら、かぶんない、俺とボケが。ダメだよ、俺、僕とこうボケかぶったら。あー、なるほどね。はい。まあ、こう、いろいろいただいておりますが、そろそろですよ。はい。我々の、はい。お名前。あら。ね。うん。配信、先ほどされたかと思うんですけども、決定された名前の発表はこの後生配信でみたいな感じで、はい、そうですね、ちょっとね、告知させていただいていたので、はい、発表させていただきます。はい、ノブさんの候補というか、はい、いろいろ挙げて、シウマさん、ミウマさん、鑑定の結果がついたのか、一
択だったんです。はい。もうこの名前にしましょうっていうことで決まったのが、大きいに、赤いに見る大赤身はそのままで、はい。カタカナで、の、で、うに点々の、ぶ、大赤身、のうに決定ございます、ね。おめでとうございます。あんまり変わってないね。はい。大赤身のぶでございます。ということなんですね。はい。これが理由がありまして、はい。まあ、いろいろね、画数を出していただいて、はい。すべてにおいて、バランスがいいと、うん。で、オカルト的な要素も含め、家庭運とかそういうのも、ね、家庭運とかそういうのも全部ひっくるめて、バランスがいいということで、今までのね、僕が持ち合わせてた大神信彦の、はい、その例を寄せ付けない。そう、そのこともおっしゃってたんですね。そう、それを加味した上で、はい、プラスにするには、こういう名前がいいんじゃないですかで決定しました。そうですね。大神、だから、信彦ではなく、信ってことでね。変わらずね、大神さん、信とか、信さん、信さんって言って、ね、言っていただければと思います。はい。そして、僕がですね、吉田一人と書いて、カズと。で、いろんな候補を挙げていただきまして、ね、はい、その中でですね、吉田、ショートヘアですか、さあ、そうだ。横星さんも、いろいろ挙げらっしゃる。吉田さんショートヘア。ショートヘアですか、ノルウェージャンフォレストカズと。めっちゃ面白いなと思ってたけど、俺の中でもね。候補はね。いいよね。俺自分でいいと思ったんだけど、ね、まあまあ、その、画数的に違うと、はい。あんまり運気変わんない。良くないっすよってなったんで、はいはいはい、残った候補として、はい、吉田琉球であったりですね。吉田龍一、龍一、あと龍一とかね、龍一ありました、ね、流れてるかわかんないですけど、はい、であと吉田モウモウ、モウモウね、竹だけ C に書いて、これモウモウね、代々木の世のこの部分、ね、あれですよ、牛のモウモウじゃないですよ、ないんですよ、モウモウですか、竹だけ C ものであるっていうことも、はい、モウモウですからね、それと猫、猫、カタカナでも、漢字でも、猫、ね。吉田は、なし。猫。そう。吉田ないですよ。吉田は、なし、猫。だけですよ。吉田はないんです。ないんです。猫だけなんです。猫だけなんです。カタカナでも、漢字でもいいですって言われてますからね。で、その中で、はい、いや、ちょっとどうしようかな。でも、猫って、先駆者がいるんで。はい、まあ、猫さんいますからね。はい。だから、猫さんって言われると。でも、国籍カンボジアですからね、今ね。猫さんは。あ、ヒロシさんの方ね。俺、どっちかというとね、猫八さんの方が出てきてしまったから、ね。いや、どう考えても、猫ヒロシですって。そうですね。まあ、そう、わかるわ、わかるわ。え、どうや、猫八の方来ます。俺、ゲーム王国でしょ。ゲーム王国が誰がわかんねん、ゲーム王国の司会してたの。なんでライオネスアスカがいたんだろうみたいな。いやいや、もうちょっと待ってください。もう世代を、もうこれぐらいに限られますって。これさ、ゲーム王国の話は。生配信でこういうことやるとさ、はい、やっぱ困っちゃうのかな。いや、それははってなりますから。ごめんなさいね、本当にそう。そうなんですけど、はい、いろいろ考えた結果ですね。はい、僕はね、はい、モウモウがいいなと。あ、これ理由がありまして。なるほど。あのね、字面って、えぐいっていうか、結構いかついじゃないですか。もうもね、竹だけ C に。竹だけ C に、こう、のやつですから。だけど、響き可愛くないですか、もうもう可愛いですよ。もうもうさん。もうもうさん。もうもうさん。ちょっと牛っぽい感じもあるし。もうもうさん、はいはい、でも、その字とのギャップ、響きのあれとかがいいなと思って、はいはい、猫にしました。猫にするんかい。猫あかんて。ハブちゃん、猫いいですよ。猫ね、すごい好きなんですけど、はい、猫さんって言われると、はい、なんか、ね、いるから。そう、いるんです。いるのはちょっとあれだなっていうことで、はい、モーモー。モーモーで、はい、決定。晴れて、はい、あなたは今日から、はい、吉田。もうもうですね。これは恥ずかしいですね。これなんて呼んでほしいんですか、皆さんから。あ、呼び名ですか。はいはい。もうもうさんですか。あ、いや、猫さんですね。猫さんがややこしいな。いや、でも、あくまで僕の芸名なんで。いいです。もう、もう、もうもうで、あなたは行きましょう。それがシウマさんが言ってたことです。なるほど。あなたは振り切らないといけないんです。うん。あなたはもうこれから吉田もうもうです。俺はな。もうもう。なんで、皆さんね、本当にね。超酔ってる。もうもうさんって呼んでください。ほら、来た、もうちゃん、もうちゃん。猫がいい、ダメです。はい、もうもうです。はい。
やっぱり猫は好きよ、ね。やっぱり猫がいいみたいなね、感じになりますよね。やっぱり猫は好きみたいな感じね。ね、はい、ももちゃん、もも、そうです、はい、そうです。ももさん。はい、これ、リリーさん、いいコメントしてますよ。聞きましょう。吉田ももだと、吉牛みたいになるね。吉田みたいにね。うまいこと言ってますね、リリーさん。うまいね。ね、座布団1枚ください。いやいや、あげろよ。なんでお前が持ってくんの？まだ突っ込みますね。できるよ。俺、じゃあ俺言っと、これよくわかんないこと言っといて。何ですか、何ですか。お笑い芸人始めて僕15年間ツッコミやってましたからね。のぶちゃんそれ言って、なんかその、最近ずっとボケですけど、もともと僕ツッコミなんですよ。それも別に良くないって。そう、別にどうでもいい。どうでもいいじゃないですか。知らねえし。はい。その、ツッコミ歴があるとか。だとしたら、今後ちょっとツッコミミスった時とか結構言われますよ。本来だったらうまく MC とかできなきゃいけないのにできない。いやいやいや。なんでお前15年間やってたんじゃねえのかよ、お前。若干滑ってるかもってまた書かれる。滑ってるかも、滑ってるかお前、すまんもん。これ、ヒゲパンダさんが、はい、モーモー記念でね、はい、はい、いただきましたんで、ありがとうございますね。ありがとうございます。はい、すごい、モーモー記念。すみません、ありがとうございます。すごい、皆さんね、モーモー、モーモーで、はい。モーモー、モーモー言うてね、モーモー、モーあの、現場もそうなんですけど、はい、あの時の現場でね、みうまさんにね、出していただいたの。あの、モーモーって響きの時めっちゃ盛り上がったんですよ。めちゃくちゃ跳ねた、あれ。で、俺も、モーモーってなんだよって思ったけど、字と響きのギャップ、えぐくない？えぐい。マジで。マジでね、一応全部書いてくれて、はい、字面とか見たじゃないですか。見ましたね。モーモーだけみんな爆笑しましたもんね。そう、やっぱおもろいんだよな。何それって絶対なるもん、ね。モーモーって何やねん。そう。で、ちょっと可愛い感じもあるじゃない？そうなんですよ。いいとこなんですよね。これはいいじゃないですか。でもそれも、はい、あの、シウマさん、ミーマさんが、その七不思議の2022年、売れるため計画ということの一環でやっていただいたので、はいはいはい、僕たちが、それでガッていけば、はい、まあ、シウマさんとかミーマさんをね、はい、その解明の、なんですかね、はいはい、あれも、あ、七不思議出たんだろう。うん。あの、それもね、あの、それを言うことによって、シウマミウマさんの、そうそう、また間違えた。ことを、そうそう。こっちが上から、そうだ。俺らが引き上げたったみたいになるんで、絶対ダメなんですよ。絶対ダメなんですよ。解明していただいたんで、そうそうそう、ありがとうございますでいないと、そう、ダメなんですよ。絶対ダメ。お兄さん。絶対、チーも変わった。チーも怒ってるから。チーごめん。チー間違えた、俺今。俺らが売れれば、シウマさん、ミウマさんも上にっていう気持ちじゃないんですよ。上にじゃなくて、はい、なんかその、あの、ほら、実例というか、ね。はいはい。なんかその、あ、言ったんだね、ああいうしょうもないやつも、みたいな感じになるかなと思ったのよ。はい、いや、それ言うであれば、そうそうね、例えばですけど、うん、そうそうそう、君がいるだけで、ここそれさ、狙っていったの。たぶん、あのね、あの、シウマさん、ミウマさんが、はい。はい、あの、初タッグを。そうなんですよ。あ、またごめん。またごめん。またお、ごめんごめん。ほんとごめん。イヤホンとかヘッドホンで聞いてる人うるさかったよね。ごめんごめん。ほんとごめん。初タッグを。そうなんですよ。組まれたんです。今回ね。はい、今回ね、僕たちの。で、ミーマさんが今後、こう、占いのね、活動されるということで、鑑定士ということでやっていかれるということで、初めてシーマさんとこうセットになって、実験的に占ったモルモットが我々なんです。だから、我々が成功することによってですね、なんかこういい感じにね、もうね、行けばいいんじゃないみたいなね、感じでございます、ね。そうなんです。はい、だから、そういう意味も含めて、はい、七不思議は本当、今後もっと頑張んなきゃいけないってことですね。そうなんです。あ、はい、音声がちょっとバグってるみたいですね。はい。一瞬ごめんなさい。はい、ちょっとごめんなさい。はい、ちょっとお待ちください。すいません。ごめんなさい。大丈夫？相当飲んでるけど、ノブ。大丈夫かどうかは、うん、後々皆さんのコメントを見ていただければ。ああ、なるほど。はい、ハルサグちゃん見てる。そうなんです。これでどうでしょうか、皆さん。大丈夫ですかね。一応、はい。はい。皆さん、音どうでしょうか。音。どうもこんにちは。
ナナちゃんです。七不思議の吉田和夫です。わかめの子です。あ、吉田和夫ですって言っちゃった。違うのにね。はい、そうですよ、ね、はいはい。声聞こえますか？大丈夫ですか？声大丈夫ですかね？聞こえてるかな？声大丈夫ですか？あ、まだ聞こえない。聞こえない。ちょっと待ってください。はい。聞こえてる人と聞こえてない人がいる。なるほど。ごめんなさい。ちょっと。ごめんなさい。もう少々お待ちください。申し訳ないです。重いんですね。あ、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 へいへい、はは。こちら、聞こえてますでしょうか？戻った、戻った。かな？どうでしょうか？聞こえないです。変な方いますかね？すいません。急に出てきちゃって。大丈夫かな？大丈夫そうですか？聞こえますかね？聞こえてます？あ、聞こえます。あー、よかったです。すいません。あ、戻ったっぽい。戻ったっぽい。ちょっとですね、音が途切れたらですね、更新ボタンをお手数ですが、そちらの方で押していただけると治る可能性があります。申し訳ないです。すいません。よろしくお願いします。え、なんだよ、今度よ。今度はね、ケンちゃんと吉田さんが揉め出しましたんでね。なんだよね、今ね。怖い怖い。ね、はい、ということで、すみません、なんか一回途切れたよ。そうなんですよ。はい、はい、ケンちゃんのおかげでね、治りました。治りましたんで、ありがとうございます。はい、そうですね、また一回途切れたらね、そうなんです。離脱というかね、はい、戻っていただけると、ああ、大丈夫そうですね。まあ、ちょっとだけね、ノイズが入っちゃったりとかね、もう今の時間帯って結構ね、マジで重いらしいですよ。この時間は。なんでね、すみません。ああ、でもね、音声トラブルだったのに、人数も減らずにね。あ、ありがたい。超嬉しい、マジで。みんななんか飲み行こうぜ。ぜって言うんですね。酒入ると。行こうぜって言うんですね。言ったことない。そんなキャプテン翼みたいなセリフ言うんですね。行こうぜ。割れ身なのね。いやいや、なんで歌い出すんですか。いや、なんか君がいるだけの流れで、なんかちょっとあれするかなと思って。はい、すごい、すごいですね。意識低い株式会社がコメントいっぱい来てますね。データ。はい。すごいですね。ありがとうございますね。僕が、はい、何でしょう。動画の中で、はい、不思議な話かな、はい、不思議な話かななんか言うねん。怖いわ、もう。の中で、はいはい、ほら、関口っていう名前の方と、はいはい、縁を結んでいただくことが多いっていう話、はい、いくつで喋ったか分かんないけど、前の相方含めね、そう、はい、っていうのの関口さんなんですよ、はいはい、今、はい、オペとかやってくださっていたのか、はいはい、いや、関口さんのことどこまで言っていいか分かんないもんだって。いや、ふんわりでいいんですよ。だから、ケンちゃんって言うんだ、はい、あ、ケンちゃん。そうだ。こういうのって。そうだ。こういうのって、ふんわりなんですよ。はいはいはい。ケンちゃん。この業界だと、関口さんの知ってる人にいてるし、いろいろ、ね。ワンチームでやってますので。よろしくお願いします。大人の不思議チャンネル。これからも。これからも、ほんと頑張るから、マジで。頼みますよ、ね、本当に。みんなにマジで感謝してる。感謝してる？すげえしてる。超嬉しいもん、ほんとに。
そうなんすか？見てくれてることもいっぱい嬉しいし、はい、そのコメントいただけることも本当嬉しいし、はい、あの、だってみんないないと俺いないからね。いるけど、いや、いるんかいな。じゃあ、わかんないけど、そのいない、なんつうのかな。そういう、こういう配信もできないんですよ。まあまあまあ、そうですよ。皆さんがいてくれたおかげですから、本当に。僕と、のぶちゃんって、はい、今から10年ぐらい前に、はい、2人で、はい、こういう喋りやってたんですよ。ネットラジオでしょ？そう。ね。コンビ別々の状況だったんだけど、はい、あの、やってたんですよ。やってましたね。2年間ぐらいね、あの、はいはい、週1で更新。やってましたね。毎週木曜日にね。はいはい。その時と変わんないんだよ、別に。今喋ってることって。変わんないですね。だって、その時ってさ、はあ、何人聞いてた？ 6 人。そう。6人ですよ。最低ね。同じようなことを、ああ当時もね、まあ、10年ぐらい前やってた時は。10何人いればいい方でしたね。いい方。ね、そう、はい。で、ある時なんて、あの、手伝いしてくれてる後輩がいるんだけど、はい、後輩が、カズオさんと、はい、今日は、2人でした。はいはいはい。え、はい、?2 人かよってなって、はい、1年後ぐらいに聞いたら、カズオさん、あの時気使ったんですけど、はい、0人でしたって。うわぁ、悲しい。本当に、ね、っていう時もあったのか、こんだけ聞いてくれてるっていうのは俺はすげえ嬉しいの。ゼロからね、うん、だいぶね増えましたね今ね。マジのマジ感謝。いやいやマジ感謝だわ。ケツメイシケツメイシね。あのね、これ言っとこう。何ですか？売れるのに苦労した芸人はファンを離さない。はい。いや、あの、いや、怖いんですけど。違う、あの、感謝ってこと。もういいっすよ、もうこれまっすぐ皆さんに。まっすぐ、いや、はい、そう、あのね、ノブも、俺も、すごく本当、なんていうのかな、長かったんですね、苦労する時間っていうのが。で、その結果ですね、皆さんに見ていただくことによって、あの、今日なんていわゆる僕がバイトを辞めるっていう、いや、それは知るかいみたいな。内容でもやらさせていただけるようになったんですね。だから、そういうことっていうのは、そこまでの苦労が本当長いから、その、今、名無し面白いって言ってくれてる人とかをですね、本当に、もう全員と僕は握手をしてですね、できないけど、本当はできないけど、そういう気持ちがマジであるんですよ。まあ、彼は多分ないと思うんですけど、僕はすごく、コンビで、あるんで、これからも、動画、サブチャンネルで、あと、ラジオも始まります。生配信、週一でやることも考えてます。本当に、そして、動画、ロケ、はい、かわいそうとか、はい。多分ですけど、散々僕は、だぜとか、そういう、マジ感謝みたいな、ラップって僕、振ってたんで、その話をした後に最後ラップっぽいことを言えれば僕が来ましたね今。また終わり間違えた。散々困った時のために振りとしていやラッパーやなって2回ぐらい。いやむずっといたんすよ。お笑いむず。攻略本買ってきた。どこで売ってんねん。ねえ。いや、はい、マジ本当にそれだけなんです僕は。感謝だけなんですもん。泣いていい？いや泣きなさいよほら。いやいやいや、ほらほら見てるからね。ありがとうね。ありがとうございます。リスペクトしていただいております。ありがとうございます。あ、お笑いのキャリーオーバー使っていただいてますね。ありがとうございますね。そう、あのね、いろいろ考えていそう。考えてないようでね。いや、泣きそうなって、いや、泣いてるやん。いや、もう泣いてるもん、俺もう。怖マジで？いや、ほんとね。泣いてるやん。うわ、ほんまに泣いてるやん。え、泣いちゃダメな日、今日。泣いていいっす、泣いていいっす。泣きなさいよ。いや、夏から意味かい。いつの日か花を咲かそうようだよ。泣きなさい。笑いなさいとね。はい、いや、これは本当にね、うん、もう、ね、あー、わけわかんなくなっちゃう。泣いてるんですか？
皆さんね、わ、そう、あ、ほら、見てこれね、つって。別に涙見せんなんてさ。みんなね、ほら、見て。なんすか、なんすか。泣いてるかどうか。あ、泣いてます、泣いてます、泣いてます。涙出てますね。お前さ、お前さ、俺ね、泣いてる時に、スルメをこすりつけられたの初めて。大体初めてだろ、お前。なんで泣いてる時にスルメを当てがわれるんだよ。ティッシュ持ってこいよ、お前、それだったらよ。ティッシュです、ティッシュ。いや、そうそうそう、これこれ、いや、かまってよ、お前。これこれじゃねえ。なんで乗りツッコミなんだよ、お前。本当にありがとうございます。ね、本当にね、こんな茶番もね、はい、見ていただきつつ。あ、これこれエンディングで泣くのか、普通。まあまあいいんじゃないですか。早っ、泣くの。でもごめんね。まあまあまあ、ね。いろいろありましたからね。あったよ、俺。いや、うるせえな。あ、ごめんごめん。押さえる。はい。あったんだよ。だってどんどんな。そう。うん。ああ。そう、でもね。すごい。まあ、はい、なんすか。いいです、いいです。いいごめんごめん。まあちょっと、もっと整理しようよ。今言うとわけわかんなくなるから。いや、その方がいいですよ。はい。同期の芸人とかもね、はい、やっぱ喜んでくれるんですよ。僕らがその YouTube チャンネルが成功したことっていうのを。はいはい、で、僕は、同期の芸人っていうのが、本当に、はい、てか、その、交友がすごく少ないんで、はい、で自分が一番本当仲いいのはタイムマシン3号、はい。で、タイムの2人とかもすごくね、はい、YouTube で、まあ、今同じ事務所太田プロになって、はい、そのみんなが見てくれるとか、はい、そういうのを俺がいいねとか押すじゃない、はいはい、いいねとか押すとやっぱ Twitter とかで分かるでしょ、うんうんうん、でそういうのをやっぱりなんか見てるから、うん、あ、よかったな活動みたいなことをね、はい、言うんですよ、うん、それはねやっぱね嬉しいんですよ。本当にね、本当に嬉しいの、まあまあね、同期のね芸人がそう言ってくれるの嬉しいでしょう。そう、そういうでもそれをなんとかなれるよ、なったっていうのは、うん、やっぱ本当に YouTube やってよかった。なるほどね。うん、はい、最初はね、でもこれ、ぶっちゃけちゃう。うん、YouTube チャンネルは、うん、僕、いないかもしれなかったんですよ。あ、そうですね。この七不思議っていうか、この YouTube チャンネルって、はい、これ言っていい、はいはいはい、あ、全然いいじゃないですか。言っちゃってるけども。走り出したんで。あ、止まらないぜ。勝手に走り出した。土曜の夜、金曜ね、はい、ちょっと、ま、ロケハンの天使ですけど。いやボケ乗せすぎ。土曜の夜の天使さを ね、 さをね金曜の夜の天使さでロケハンって言って、ね、そうそうボケなんですけど、ね、うん、太田プロのお世話になってるマネージャーがですね、はいはい、その YouTube チャンネルやったらどうですか、はいはい、でもノブさんが、はい、まあノブさんっていうのもおかしいわ、はい、ノブ様が、はい、ね、そっちよくその様っていうね、こういう思ってるやつに、はい、最初オープニングであんな怒りましたね。あの時の俺をね500回殴りたあんな怒りましたね。あれはね、なんか意味がわかんない。意味が、ちょっと本当申し訳ないんですけど、だからそう、ノブさんが、ああ、まあ、その階段前からね、ああ、やってたんで、一人で階段チャンネルをやったらどうですかっていう話だったんですよ。あ、まあまあ、そうですね。はい。プレゼントというか提案としてはね。はい、で、確かに、階段って結構一人でポツポツというか、喋、はいはい、るのが、いいっていう人もいるし、むしろそっちの方が多いんですよ。はい、そうですね。だけど、ノブは、はい、まあ、俺と昔から組んで、はい、知ってるし、はい、で、ナノシキでコンビを組んでるから、はいはい、いやいやと、コンビなんで、相方もオカルト好きだから、二人でやらせてくださいってことを言ってくれたんですよ、はい。で、僕は一緒にこのチャンネルを始めることができたんですよ。はい、だから、本当ね、その時に、なんだろうな、一人でやってたら、いや、成功してますよ。周平さんのチャンネルとかでも、まあ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 、お話とかね、あれして、あれかもしれないけど、はい。まあ、あとどうぞ。まとめて。ちょっとなんだっけ、なんだっけ。要はありがとうみたいな。ありがとうめいたこと。怖いわ、もう。そう、それがあったから、みんなに見てもらえるようになったっていうことを。いやね、なんです作戦はいろいろ僕の中ではあったわけなんですよ。はい、で、まあ、ある程度ね、その僕が持ってるね、そのいただく階段とか、はい、親父の話とかこう含めて、はい、ある程度ものにできる自信はあったんですけど、はい、それに僕が、力を注いでしまうと、コンビの力がね、コンビの活動をおろそかにするから、それだったら、もうオカルトまとめてやっちゃいなよっていうので、母さんも、
巻き添えにしたんです。いやいやいや、そんなどうなことないよ。それがうまいこと言ったんでね。巻き添えではない。ありがとうございますね。ね。え、これ。いや、めっちゃ泣いてるやん。すげえなぁ。予行練習してきた甲斐がありましたね、泣く。なんでだよ。ねえ。なんでお前泣く予行練習してくんだよ。あ、大丈夫ですか、本当ですか。あ、あのね、コメントでね、今日の配信を見て、はい、ノブさんの大変さが分かりましたっていうコメントが出てきました。ありがとうございます。ありがとうございます。分かっていただいて。はい、まあ、そうですね。あともう一つ、ちょっと個人的になったのが、はい、ノブさんが目指している芸人の理想像がいまいち分からないみたいなね。はい、一言言っとくけど、大きなお世話だよ。それは面白いね、はい、まあね、誰か目指すとかじゃなくて、はい、もうね、好きなことやって、はい、自分が面白いと思うことを笑っていただいて、はい、ああこいつバカだなと思ってもらえるのが一番なんですね、我々はね。だからこうオカルトもやりつつ、だからといって我々ネタも手抜いたりはしないわけで、はい、ね、このおじさん2人がなんとかね、太田プロのピラミッドの上の方にこうね詰めかけとるわけなんでね、はい、あと M1 もなんかも出れますからね。ちょっとその辺は我々の、もしお笑いの方も期待していただけるんであれば、はい、交互期待ということで、頑張っていければなと思って。いや、めっちゃ泣いてるやん。ちょっとダメですって、そんな、ちょっともう、ティッシュでね。ちょうどいいな、これな。うん、そうそう、これな。いや、ちょっと、ダメだよ。ちょっと、ノリツッコミもできなくなってるじゃないですか。違う、もうありがとう。結構こういうモードに突入するとき、ね、僕家でもたまにあるんですけど、はい、あ、そうなんすね、でも俺ここまで酔っ払ったりっていうとあれだな、皆さん見てくれてるから、はい、だけど、いやいやいや、もうだって分かるでしょ、もう酔っ払いますよ、飲んでる状態で、ああ、うん、でおいで、なんすか、すごく飲んでる状態で。いや、キューパーに喉やられとるやん。すごく飲んでる状態で、飲むと、はい、話したりすることないじゃん。はいはいはい。あ、ないですね。僕飲まないんでね。そう、飲む飲まないから。飲まないんでね。俺は、はい。ありがとうと思ったりすることとかさ、いや、ありますよ、それは。はいはいはい、はい。それはもちろん。はいはいはい。でも、はい、放送事故ですよ、これ。おえつ漏らすほど泣くやついます？ああ、面白いなぁ。ありがたい、あ、本当にありがたいってことなんですよ。え、はい、すごく皆さんの視聴とかですね、はい、そうですね、皆さんが何これとか、はい、泣きすぎとか、はい、すみません、はい、いろいろとね思うことはあるかと思います。すみません、はい、多分今日見た方は、はい、生配信で泣いとると、はい、泣いとると なんだと思うかもしれないですけど、はい、僕の中では、はい、その芸人始めて、はい、19歳の時からアルバイトを始めて、はい、そのアルバイトを一応辞めるという、はい、いわゆる節目24年間やったアルバイトの、はいはい、なんかこういうくさびみたいな日に、はい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 、っていう高ぶり、ね、で涙を流しているので、うん、そのすみません、今日一日だけで思い出して泣いてるわけじゃないということだけをすみません、常日頃から、ね、はい、本当にありがとうございます、はい、ほらレッドアイさんがまずお水飲んで落ち着いてくださいって、ね、水飲まないんですよね僕。いや飲めよこのタイミングでは。水飲まない、飲めよ僕。でも酒のチェイサーは水にせよ。そうね、水飲まないんですけど、すみません、ね、
皆さんがね、こういろいろ心配していただいておりまして、はい、中には振りとしてね、はい、ノブさん泣いてるみたいな振りが来たりとか、ノブさんもらい泣きみたいなコメントいただいてるんですけども、僕マシンなんで泣かないんですよ。あら、すごい。すいません。泣けよめえ。泣かないんです。はい、すいません。申し訳ない。泣いてないったら一番なんかいいとこなのにさ。ごめんなさい。僕泣かしたかったらちょっとスラムダンク用意していただければすぐ泣けるんですけど。スラムダンクがないと僕泣けないんで、まあね。世界が終わるまでに用意してください。あ、ワンズが主題歌をね、歌ってたんでね、見つけてね。いいですよ。ノブはいいんですよ。その僕だけなんですよ。高ぶってるの、今飲んでしまってね。飲んでね。すごく飲んでしまって。そう、本当にね。はい、まあ、綺麗なのは僕もね、泣いて、二人ともおっさんがね。いや、いいよ、いいよ、別に。まあまあ、それはいいよ。片方だけ泣いてよ。なるほどね。ただの階段マシーンなんでね。あ、はい。ただ二回攻撃ですよ。あら、キラマシみたいに。しかも、なかなか仲間にならないですよ。あ、256分の1だな。仲間になる確率は、ドラクエ5のね、キラマシンです、ね、情報をね、今言いましたけれども。何なの師匠、あと。いや、もうね、もう感謝もしたし、した。ご報告もいろいろありましたし、ありがとうございますって、いっぱい伝えて、今回もね、展開も伝えた。後半、もう、ほぼ終わりに近づいてるのに、はい、1298名。ありがとうございます、本当に。これね、人数どんどん増えてます。ありがとうございます。はい。で、あとね、ちょっと、もうこういうのって多分ですけど、期待感を、やっぱ煽るという言い方もあれなんかな、ちょ期待させる意味も込めてなんですけど、はい、次の1周年。ああ、4月の。生配信。はい。僕の、親父を、ちょっとだけ出します。よーなんとなくノブちゃんから親父と連絡取ってるっていうのは俺聞いてたけど、はい、あのね、連れてきてほしいみたいなことを結構言われるんですけど、ちょっと病気なんですよ、はい、喘息とかが結構ひどくて、はいはい、で、あんまりね、その東京の方まで来て、ちょっとね、今お住まいのところとね、そう、コロナになったら終わるんで、うんうん、そう、あ、いや、終わる、まあまあ、はい、リスクが高い、リスクが高いんで、はい、なんでちょっとその辺はリモートにはなるんですけど、ちょっと1周年のお祝いを、うん、繋いで、うん、吉田君に一言言いたいことがあんねんって言ってた。いやいや、まあ、俺マジで。俺ね、ノブの親さんと会ったことないんですよ。はい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 、お話では聞いてるけど、はい、あ、そうなんだ。そうなんです。で、配信というか、その七不思議チャンネルもお父さん見てくれてるっていうのは、はい、見てます、見てます。はい。で、見てて、はい、なんかね、怖い話をするのもあれやな、つって。あ、お父さんが、はい、そこで、はい、何しようかなって言うとったんで、ちょっと怖いんですけど。なんだろう。いやいや、ボケたりするんで。生なんで、生配信なんで、僕が一つ危惧するのは、うん、はい、余裕で言うとあかんこと言うんですよ。ああ、そうか。結構俺でさえ今日結構ボロボロしてるからね。はい、なんで、ちょっとね、その辺はちょっと注意しつつなんで。うん、でも出るんだ。だから一応その、長い時間じゃないですよ。もう、オープニングに、ちょっとちょろっと、開幕宣言みたいな。1周年お祝いいただいておりますみたいな、めっちゃおもろい、お祝いのコメントとして、うん、オープニングにちょろっと出ますんで、うすげえ、ちょっと交互期待。結構そのノブさんのお父さん出してくださいみたいな意見で、はい、でノブさんがやっぱね、はいはい、ご高齢でもあったりするいろんな事情があるでしょみたいな、はいはい、そうなんです、本当はいないんじゃないかみたいな、ああ説ありましたね。俺の虚言なんじゃないかっていうね、作り話で親父はもう高いしてて、ありましたね、いないとっていう。いや、そんな。俺、なんかのコメントで見たんだよな、わかんないけど。いや、もう、そんなやつ、めちゃくちゃおもろいでしょ、逆に。おもろいけどね。そこまで嘘つけんのすげえな。そう、だから、まあ、その4月、はい、これは、日にち、言っていいですか？ 2 日、これ、言っちゃっていいんじゃないですか？大丈夫ですか？4月の2日。2日です、2日。お時間が、まあ、夜の配信。同じぐらいじゃないですか。同じぐらいですね。はい。4月の2日に、はい、まあ、その開会宣言、生配信、はい、七不思議1周年。1周年。本当に皆様ありがとう。これからも頑張っていきますの、オープニングの開会宣言を、ノブさんのお父さんが、はい、
で、多分ね、イメージをいろいろと抱いてるんですよ。皆さんの中で出来上がってるんですよ、それぞれ。俺さ、一応写真見てるから、はいはい、あーって思うけど、はい、みんなの中だと、はい、こういう、なんかこう、数珠持ってこう。なんかね、すごい。神々しい。そう。すげえ男前のタイプのね、なんかこう、層いてるじゃないですか。いる。髭面で。めっちゃかっこいい。うん、ガッとした。そう。周りがこうやるみたいな感じの。全然違う。違う。全然違うから。でも男前だよね。元はね、うん、若い時は。かっこいいんですよ。ね、渋いんですよ。違う。坊主になる前、違うかな。坊主終わったかな。なんか、一発ね、芸能界入ってんすよ、一瞬。うん、親父って。ジャパンアクションクラブ受かってるし。あ、そうなの、はい、あ、それ知らんこと。なんかいろいろ経歴があるんですよ。新婚さんいらっしゃい出たのは聞いたことある。新婚さんいらっしゃい出たことあるらしいですよ。ノブさんのお父さん。わしは三振師匠3回こかしたでっていう。はっ、関西のノリが強いね。そう。だから本当にあんまり期待しないでほしいんですけど、ね。まあ、でもちゃんとその4月2日にオープニングでその、はい、いわゆるなんかこう一言というか、はい、いただき、そして皆さんの前でご挨拶をしてくださるっていうことが決まってるらしい。本当にね、温かく迎えてください。ただの関西のね、関西のあかんおじさん。俺超楽しみ。俺もすげえ楽しみなんだけど。俺は本当に皆さんがね、うん、こう期待して喜んでいただくためにやっただけで、本当は嫌です。嫌です。この前実家行ってたのってそれ？あ、そうですよ。交渉したんですよ。なるほど。めっちゃ喜んどん。いや、喜ぶんかい。嬉しいんだ。いや、まあまあ、だから、顔を出すのはあれやで、みたいな。ああ、なるほど。だから顔は出さないんですって。なるほどね。これぐらいまで映すんじゃないですか。ああ、ここまでは出す。うまい具合にやって。それか、LINE でね、うん、やって、こう、後ろのモニターとかでやるんだったら、はいはい、なんか、加工してんじゃないですか。ああ、まあでも。わかんないですけどね。まあでもね、息子のためというか、はい、そうですね、いろんなためにちょっと一言いただけるってこと、ね。あと、わしは吉田くんに一言言いたいこと。なんなんそれ、別に俺別に。言ってたんで。まあ、ノブとは敵対してるけども、お父さんとは別に。敵対してんかい。してないけど、お父さんは俺だっていろんな話聞いて、おもろいし、最近だと、ヌエ？ヌエね。ヌエよかった、ヌエよかったってのも、あれだけども、そう。そうなんですよ。だから興味あるよ、すごく。はい、いやね、顔出してほしいとかね、いろいろあるんですけども。もうおじいさんだからね。そうなんですよ。おじいさんって言ったら、あれだけど。まあ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 、もう。事情もあるからね。じじいですからね。あ、はっきり言うね。自分の親だから。じじいですから。そうなんだ。ババア元気？お前さ、はい、俺の一緒に住んでる母親を、はい、ババアと言ったな、はい、ちゃんとクソババアと言えよ。いや、クソババアってよりひどく言うてるやん。待って待って、はい、丁寧にゆっくりボケましたけど、そうなんですよね、はい、これドラクエモンスターに立てると親父は何に似てるのかしらって言って聞きたい、ガンガン行こうですよ。俺もドラクエ例えて、本当ドラクエモンスター、親父を例えると、ドラクエのモンスター例えようですよ。鬼面同士。マジでマジで鬼面同士。メダパに使うやつ。そう。ダーマの神殿の近くに出てくる緑のね、はい、こういう杖持ってるやつだからね、鬼面同士はね。はい、鬼面同士です。鬼面同士。はい、あ、それ今俺言ったの幻術師だったかな。どっちでもええわ。あ、ごめん間違えた。ドラクエ好きな人、鬼面同士は赤いやつだ。赤いやつ。赤いやつ。はいはい。鬼面同士ですね。はいはいはい。はい、あ、怒られちゃいましたね。クソババア、ダメ絶対。あ、いやボケなんだよ。マジごめん、俺ボケなんだよこれ。ごめん。マジで。みんなごめん。ごめん。ボケなんだよこれ。本当に。俺さ、マジで。母親大好きだし。そう。そうなのよ。そうなのよ。俺もね、親父大好きで。そう。お母さんのお母さんもね、もう長生きしてほしいと思ってた上での。そう。ね。で、母親も YouTube チャンネル全部見てるし。そう。で、そういうのも分かった上で、ごめん。笑って。なんでね。笑って。ごめんね。申し訳ないことね。お笑い芸人のね、まあ悪いとこと言っちゃ悪いとこなんですけども、こういうね、ボケも入っちゃうんで、ちょっとパグオが教えておいてあげてください。いや、
パグオがね、ルールをね、ごめんね。パグオにちょっとお願いしたいのが、パグオさんがね、はい、七不思議チャンネルのルールみたいな、はい、ちょっと作ってね、七か条みたいなね、作っていただく、ね、悪いこと言ってるようで、はい、全部仕事と思ってというか、はいはいはい、ボケとツッコミという仕事がありまして、はいはい、そうなんですね、申し訳ないですね、はいはい、コメントで、大赤見さんは大口橋にやかましいわ、あ、大口橋いいね、あれモールの近くだっけね、二階攻撃のね、二階攻撃のやつだね、上位互換でデッドペッカーがいるからね、紫のやつね、そう、それはわかる素早さの種落としちゃうんだよな、わかる、どんどん広げていくから知ってるから全部、本当にみんないろいろ知ってて嬉しい、本当好き、あ、これいいですね、大の大冒険のブラス爺さんですね、あ、そうなんですよ、大の大冒険あんま見てねえ、見てねえのかよ、マーム、マームがおっぱい大きく出ろうかったよねいやいや、まあ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 なんですけど、マジでなんでそんな漫画読まないんですか、え、結構読んでないでしょ、スラムダンク読んでないでしょ、スラムダンクはだから、いや知ってるよ井上武彦先生でしょ、いや違うんですよ、読んでないでしょそんな、あ、読んでない、うん、大の大冒険もそうでしょ、読んでない、幽遊白書は、あ、読んでない、流浪の剣心、読んでない、怖いわ、え、何読んでたんですか学生時代、天で昭和のキューピッド、いやだからそのね、幽遊白書の徳江先生が2巻だけで終わった、あの短編集みたいなね、あの短い期間で打ち切りになった天で昭和のキューピッドをなんでここでピックアップしたんだ、ね、僕の青春だから天章知ってる人いるかな、知ってるよ、天で昭和のキューピッドでしょ、ねえ、その前に狼なんて怖くないっていうのはありますからね、あ、詳しいな俺ね、あのマリアがね、うん、診察台に寝かされて、はい、あのね、悪い、なんかその、こう、バッて、動けないようにされる、はいはいはい。そのなんか悪い医者みたいなのが、はい、ここの部分を、メスみたいのでね、はい、なんか、シュポポポポー。シュポポポポって何？記者が通りますよって言って、こう切られて、はい、マリアのおっぱいって言っていいの？いや、もう言うてますよ。あ、そっか。が出るような時が正午、何の話やねん自分が正午の時に天章やってたんですよって話の例えがそれなんですか、そうで、うわエッチーと思って、まあまあまあね、ありましたけどね、そう、それが僕の中での富樫先生の作品だから、あの結構ね、皆さんね、はい、あの男性の方がですね、はい、視聴者の方が、はい、漫画ゲームものすごいその、はい、加藤さん詳しいみたいなイメージ持たれてるんですけど、極端、結構極端なんですよね、そう、知らないやつは知らない、だからオールジャンルは多分僕の方なんですよ、ノブさんの方が多分ゲーム漫画まんべんなくまんべんなく全部いけるんですよ、そうですね、でもこういうのはあんまテレビで使われないんですよね、なんか一個に特化してる方が使われやすいごめんごめん、違う、ボケボケボケ、分かってるわ分かってるわ、俺コメントせえへんわ、あ、そうかそうかノブが見てたらめちゃめちゃ俺のこと書くんだろうな、書きます書きます書くかいな、俺書きます書きます、そうですね、そうなんですよ、なんで、はい、今23時ぐらいですけど、はい、店長これはどれぐらいまでいっちゃいますか、10分、はい、23時10分、あ、10分しかねえのかよこれ8分ですね。うん、ね、もうね、もうね、皆さんの前でゲップも出ちゃうっていう、ね。出てないか。お酒飲まれてますね。ちょっとずつ出してる。いや、出してるやん。ゲップしてる。ごめんなさい。なんで、皆さんがですね、はい、こう、いろいろと、今後、先ほども聞きましたけども、はい、どういうチャンネルが理想なのか。うん、そのいろいろな感想をですね、はい、今のままでいいのか、うん、もしくはこういうものが見たいんだとか、うん、ちょっとそういうコメントをですねいろいろといただいて、うん、最後まとめていこうじゃないかなと、そうですね、最後の10分はね、うんうん、そういう時間にしようじゃないですか、なるほどね、はい、やっぱりね最後の10分はね、グロロロロロロって言ってますね、誰かが、グロロロロロロロって言ってますね、あ、俺の音ちょっとはい、はい、漏れてしまった、はいはい、あれなのかな、はい、いや結構飲んでるからね、そうですね、うん、あ、今のままでいい、なるほど、ホラーゲーム実況お願いしますだそうですね、
サブちゃんを、うん、まあ、やるっていうさっきお話があったじゃないですか、そういう生配信でやったりとかね、うん、で、まあ、そのラジオみたいな感じで、トークベースでやるみたいな、うん、でもそういうところでなんか、例えばホラーゲームとかやったら面白いんじゃないですか。まあまあまあ、そうですね、ゲームのね、うん、ライバル多いですからね、ゲームはね。加納先生とか。加納先生、そうですね。うん、まあ、いろいろね、やられてますけども。そうですね。あとは、怪談と心霊スポット探索たくさん見たい。今みたいなフリートークもしてほしい。全然するよ。怖い話はマストで。やるやる。それは絶対チャンネルでずっとやっていくし。はいはいはい。オカルトサミットもっと見たい。うん、それやる。うん。ユーマ探検やってこい。やる。うん。ゲーム実況。やる。トークベース。やる。普通に心霊。全部やる。カラオケ大会。ちょいちょい土井さんがカラオケ大会って始めてる。あ、土井さんさっきのね。あのね、カラオケ大会言うてきたけど土井さんだけですからね。カラオケ大会はね、ノブさんがちょっとね、NG 出してる、ね。NG 出してる、ね。心霊スポット以上の NG をノブさんが出してる。心霊スポットは僕は行くようにはしますけど、はい、カラオケ大会は、ね、ノブの歌、マジ下手だよな。マジでダメですね。うん。ピンキリはいいんですけどね、芸人として漫才頑張ってね、よっしゃ。頑張りますってね。やるよ。やるから。やってるし。って言ったらいけないのか。今後、何が見たいですかっていうのに対して、はい、七星さんは、メンズカズトって来てるんでね。はい、ああ、ね、メンズカズトって僕が昔、ピン芸人の時にやっていたキャラクターですね。はい、ああ、なるほど。あ、メンズカズトのね、はい、プロフィール画像、俺、あったわ、家に。あ、本当ですか。見る？ちょっと見せてください、メンズカズト。うん、あったわ。あ、いいですね。吉田滑ってほしい。もっといけましょう。うるせえよ。うるせえよは言い過ぎた。出てきましたね。悪吉田。悪吉田出てきましたからね。これまずね、これ僕、昔の洗剤。はい。これ見て。これね、いつだろう。2005年。はい、17年ぐらい前。はい、の若い時の俺の洗剤、はい、でこれがメンズカズトの洗剤が、はい、まあ、これですね。あ、いいですね、いいですね、メンズカズトいいですね。ノブわかるよね、わ、はい、かる、これやってたんだ俺、こういう芸風で、はい、キャラクターみたいな。はい、メンズカズトいいですね。見つけたんですよこれ俺。吉田和人、はい、吉田桃桃さんの23年の中で、はい、たまにメンズ和人現れるじゃないですか。コンビを解散するたびに出てきますけども。メンズ和人がちょいちょいね。はい、出てきますね。現れてくるじゃないですか。そうですね。ねそう、一応ね、探してきたんですよ、今日。はいはいはい、なんかあったら出そうと思って。メンズカズト、はい、あれが噂のメンズカズト、ね、そうです、目に焼き付いておいてね、そういうのを経て、そうですね、こういうことができているときも本当にありがとうございますって伝えてるね。よう一回俺ん家来ただけなのに俺の写真撮ってましたね。ツイッターとかやってらっしゃる方だったら分かると思うんですけど、やめろよあれ、ノブさん の若かりし頃 の写真とかをね、僕は撮るんですよ。ちょうどええ写真ばっか撮っとんな。ええー、なんかちょっと俺のジュースを買ってくる、来てくれたんですよ。優しい、外出てね。優しいわ。でもその次に、いろいろあさりまして、はい、でいい写真があったんでね、はい、若い時のノブさんをね、はい、そうですね、だからぜひツイッターも七不思議、はいね、2人登録してもらうと、ね、配信がない時に僕上げてますから、そうですね、はい、そういうことも注目してもらえると、そうですね、あと最後にいいでしょうか、はい、コメントとともにですね、はい、スパチャいただいた方いらっしゃるんですけども、はい、今のままで十分楽しいです、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、スタッフにお願いです、お二人を心霊スポットに連れて行かないでくださいというお願いをいただいたんですけども、はい、ちょっとこれ冒頭でお願いしたんですけども、はい、もしかすると我々ね、うん、心霊スポットのロケなども行ったりですとか、うん、一つ取りだめてあるネタをちょっと、うん、出させていただくことになりますので、うん、はい、その辺はご了承ください。温かく見守ってください。これはちょっと
そうですね、ノブさんも今おっしゃってくださいましたけど、僕からのあれとしても、そう今後、例えば七不思議チャンネルの中で、はい、心霊スポットに行く動画などが上がったりすることが、はい、あると思います。はい、で あったとしても、はい、あの2人とも同意の上で行ってます。はいはい、納得した上でその現場に行ってますので、はい、なんやすごいね。わかめみたいに落ちてくるんだ。はい、だね。で、動画を本当にそれで見てお楽しみいただけたらと思います。はい、このままだと1個オクラになっちゃうので、1つね、はい、流します。で、今後もちょっと面白いなと思ってね、佐々さんとお話しした上で行くことがあるかもしれません。今のタイミングちゃうやん。上は。上は。上は違ったな。なんで、よろしくお願いしますということで。そろそろですね、もうお時間になりましたので、はい。吉田和人、芸歴23年、初めてバイトを卒業できたような生配信。みんなのおかげです。本当に、本当にありがとうございます。ということで、以上です。もういいですか？思い残すことないですか？え？思い残すことはないですね。あと30分やりたいけどね。30分やりたいですか？じゃあ一人で。え？やっちゃうぞ。やっちゃうぞじゃないよ。すいません、皆さん。行列が危なくなってきて。ということで、今後とも、はい。七不思議の、はい。大赤身のぶと。あ、吉田桃です。お願いします。はい。よろしくお願いします。ありがとうございました。